前ら行ってしまうのか。行ってきます。行っちゃったよ。じゃあな。寂しいよ。行っちゃった。やっほー。いや、これね、本当に暇つぶしライブです。こいつら合コン行ったんだよ。悲しいよ俺は。大阪の最後の夜さ、楽しく過ごしたかったのにさ、なんでお前はいかんの。俺はね、合コン今気分じゃないね。てか酒を飲みたくない気分だから行かない。髪型めっちゃ好きです。あ、じゃあピースの竹内さんに行った方がいいよ。それは上本町だろ、そこ。なんて言うんだっけここ。俺大阪初めてだから、初めてじゃないんだけど、なんて言うんだっけね、東梅田だね。うん、みんな俺の場所が分かったらリア突してきてもいいよ。合コンの時職業は広告代理店っていうね。まあ嘘じゃない。ファミリー、まあこれはインスタライブぐらいのノリで見てくれればって感じだね。さっきもしれっとしてたな。あ、そうそうそう、さっきもしてた。寒いね。ここはホテルですね。一人エンジン。何に対してのエンジンなんだろうね。じゃあぼっち配信頑張るぞっていうことでね、一人エンジンしちゃおうかな。あ、でも一人だからちょっと、俺一人で喋ってることないからさ、ちょっと気まずいんだ。静かにやるわ。アンスジャンプースコ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 ー、ファミリー。はい、ということでね、富士のソロ配信やっていこうと思います。スコスコって言ってくれるやつがいないからさ、寂しいよね。大阪わかんないんだけど、どこがさ面白いの、繁華街っていうか。寒い、寒いよ。10万人配信のアーカイブね、なんかいっぱい言っちゃダメなこと言っちゃったからさ、なんか他の人の名前出しまくってたから、どうしようかなって感じだね。そのうち3人別々のチャンネルをサブちゃんみたいに作る予定。まあありだけど、どうだろうね。別にケスとか一人で何するのって話だしな。うん、カップルチャンネルやりてえな。カップルチャンネル。肌まあまあ汚いイケメンと肌綺麗なブス、どっちがモテる？肌まあまあ汚いイケメンじゃね。よし、今ここはどこですか。もう俺ガチで迷子だわ。このライブ配信してるから地図見れないし、Vlog 企画の時の藤野いじめられ方ひどかったけど爆笑した。だよね、ひどいよねあれは。富士山の不人気が露呈するのでやめておいた方がいいですよ。ひどいこと言うやんけ。どこ行けばいい？なんか繁華街ないかな。慶応に受かるための戦略。慶応に受かるための戦略ね。わかんない。俺本当に全然勉強してなかったな。まあ一冊を読むって感じかな。5回とか、5回目とかすぐ読めるし、
結局一冊やれば受かるしな、うん、あと逆算することかな。何の教科が必要で何点取んなきゃいけなくて、でそれの2割増しぐらい目標にして、で当日のテストになったらもうずるい手を使ってでも点数をかき集めようっていうメンタリティでテストに挑めばまあ大丈夫でしょう、うん、かき集めるっていう感覚でやってるよ。富士単体で見るとかっこいい、よく言われるわ。まああいつらはねガチイケメンだからね、うん、あぐるぐる回ってるだけでどこもないな。ん？大阪ってなんもないんすか？大阪の人教えてよ。東梅田で何があんのか。いつまで大阪？明日の始発帰るよ。よいしょ。よいしょ。え、これ画面縦にしたらみんな変になる？変になるかな？やめとこ。あーてかグリコ行ったことない、あれどこにあるんだろう。年収は一応1000万にしたけど、それは自分で役員報酬を1000万に設定したっていうだけで、なんか残りのお金は会社に入るって感じだから、なんか年収っていうものはわからないね。1年間終わってみないとわかんないね。うちの親は金持ちではないけど、まあ普通にちょい裕福ぐらいなんだよね、うん、ちょい裕福で、でも俺に金は一切くれないからね。なんか子供を甘やかしちゃいけない方針だから、うん、だから困ってもあんまり助けてくれない。じゃあコンビニ行くか。コンビニ行って帰るか、うん、ちょい裕福って年収どれぐらい？親の年収って分かるかな。普通に会社員で結構もらってるぐらいだと思う。あ、ここ渡るっぽい。うん、ありだね。とりあえずコンビニで49。ちなみにうちの親はねめっちゃ普通なんだよ。なんかよく親はまともなんだねって言われる。はい、どれ買えばいい？どれにしよう。キリン堂がいいんだけど。キリン堂なんか電源切れたんだけど、 20% あったのに10% になっちゃった。ただいま。みんなもいなくなっちゃったかな、うん、結局ね、なんかビールいっぱい買ったからちょっと家に戻ってね一人で飲もうかな、サイファーか。いいね。おばちゃん、大阪のおばちゃんって怖いイメージだけど、どうなんだろう、うん、ゲスト森山は合コンに行ったんだよ。行けたかな。ごめんね、また切れちゃった。また切れちゃった。ただいま。充電切れたからちょっと充電してます。本当暇な人以外本当見なくていいからね、本当に。はい、みんなお酒は用意しましたか？お酒は、はい、乾杯。暇なんか、暇人が300人もおるんか。今日はなんか
誰も見てないし MDMA でも食べて楽しもうかな。エリコ、1日20分しか勉強してない。富士企業セミナーとかやらないの？やらないよね、うん、そんな俺実績出してないしね、うん、うん、MDMA 使わなくても富士は決まってるから。まあね、この前優勢のライブでさ、その富士は脳内で THC を生成できるとか言われてたからな。これ俺今日あのコピー機でコピーしたんだけどさ。誰かいる？これあのこれオフ会でプレゼントするね。じゃあ、うん、これ目悪くなるからみんな真似しない方がいいよ。メルカリで売ってとかやばいでしょ。これみんな額縁に飾ってくれるよね、部屋の、うん、あ、10円は返さないよ、うん、1000円、ヤフオクに1円で出品してみようかな。65円ぐらいで落札されそう、うん、富士って友達と彼女どっち大事にするの？うん、これは難しい質問ですね。友達と彼女どっちも大事だな。まあ彼女によるけどね。昔は友達第一だったけどね、うん、最近はもう友達と彼女一緒に会うね、うん、うんうんうん、なんか聞きたいことありますか？富士ってよく見たらめっちゃかっこいいやん。だから比較対象がさ、ここにいるとさ、あの相対的にブスに見えるってやつかな。大井町の家でまだ苦情来てないですか？いや、来てね、警察が3回ぐらい来たかな。まあ少ないな、前に比べたら。前は毎日レベルで来てたから、うん、恵比寿と大井町の違いだね、うん、マジ警察来たらめっちゃ嫌な気持ちになるんよね、うん、ピンポン、こうインターホン見た時に警察立ってるとうわーって、うわーダリーってなるけど、でもあの騒ぎすぎて警察来た時は保険証見せて、名前と電話番号を教えるだけであの帰るから、それで終わり。なんか私たちもね、通報が来るとね、一応来なきゃいけないんでね、お楽しみのとこ申し訳ないんだけどねって感じで来るから、なんかちゃんと対応すればすぐ帰ってくれるよ。家に来るファンはいるんですか？あ、いるいる。たまになんか酒、この前酒が置いてあって、なんか酒6缶かな、6缶ぐらい置いてあって、で普通にピンポンはなしね、酒6缶置いてあって、でその横になんかそいつが飲んだ空き缶が置いてあって、こいつと思ってね、ちゃんと勝たしてけやと思って。でもありがたく飲んだけどね、それは。でもなんか知り合いの YouTuber とかからは毒殺されるからやめろみたいなこと言われるけど、まあその時はその時だよね、うん。あの時のお前見てるか。富士の富士は富士ですか？違う、俺は藤本浩太だから。藤本浩太、ウィステリアブック覚えといてね。こんな感じにしておこう、こんな感じに。これめっちゃうまくない？これこれマジで神の食べ物なんや。最近なんかケーキ屋さんどんどん潰れてるみたいなニュースピックスっていうニュースのアプリで見たんだけど、それはね、こんなうまいのがコンビニで200円で売ってたらね、もう無理だよ、あれケーキは太刀打ちできない。うん、バスク風チーズケーキ、みんな買ってみてな。東大井6丁目のローソンで買ってあげてね。俺の仲良しのおばちゃんがいるから。あ、そうだ、この前ハロウィンの動画で東大井6丁目ローソンみんな行ってみてねって言ったら、なんかみんな行ったらしくて、それでおばちゃんにバレたんよ。なんか宣伝してくれてありがとね、動画まだ見てないけど後で見るねとか言ってて、
見ないでください見ないでくださいって言って、でも結局見ちゃったっぽい。うん、あのローソンはね、なんか一家でやってんの、フランチャイズだから直営じゃなくて、だから一家の生活がかかってるわけね、売り上げに。フランチャイズって厳しいからさ。うん、富士って常に思考してるから頭いいの？わかんない、他の人が常に思考してないのかな、思考してない、思考しないことってできないと思うんだけどな、人って。例えばこうす、なんかこうビールとか見てもこう文字とか入ってくるわけやん。うん、家族系、頭いいって何なんだろうね、俺にはよくわからない。うん、富士の息臭いはネタガチ。あー、でも彼女に臭いって言われないから。でもなんだろう、女の子と会う前は俺歯磨くからさ、なんかで森山とか圭介といる時は別にあいつらの前で歯磨いたり風呂入ったりもしなくていいから、別にあいつらが一番臭いとこをね受けてるよね、かわいそうに。うん、あ、タイマービジネスとか考えてます。あ、タイマービジネスマジでやりたいね、合法化したら絶対儲かるし。臭い臭い。日比谷の話して、日比谷ね、別に話すことねえな。日比谷高校は俺結構浮いてたからね、なんか学年に省かれてたっていうか、あいつはやばいみたいな、なんかサイコパスみたいな、怖いみたいなこと言われてね。俺あの第一印象で嫌われる能力すごいからさ、でも関わっていくとね、俺っていいやつでね、可愛くて人間味がある人なんでね、うん、わかる。でも YouTube 見てるやつらって多分そこら辺の友達より俺のこと知ってるからな。今大阪だよ、うん、周りは常に勉強してた。周りはね、もうほんとガリ勉ばっかだったな。なんか英語のテスト、小テストみたいなのが毎回あって、それの勉強してないとか言って、なんか休み時間に泣いてる女とかいてね、ちょっと引いてた。0点でも卒業できんのに。どんな勉強してた？俺高校の時は本当に勉強してないな。うん、なんで日比谷行ったか、なんで日比谷行ったか、俺が受かってたのがあの学院、早稲田高等学院みたいな、あの早稲田そのまま行けるやつで、でなんかそこ行ったら早稲田になっちゃうじゃん。でも俺早稲田そんな好きじゃないからさ、なんか日比谷行ったね。てかその時の塾の先生に、あ、お前は東大に行くべきだから日比谷に行きなさいみたいなこと言われて、で今思ったら合格実績が欲しかったんだと思うんだけど、それで俺はまんまと日比谷に行った。うん、でも日比谷行ってよかったと思うけどね。でも結局 一浪して早稲田、しかも中退、うん、難しいね人生って。兄弟いるよ妹、うん、この前ね、妹と妹の彼氏とタクとサナギと俺とケスと森山とうちの親でね、あの飯食ったんだよ、林ライス。あれ楽しかったよ。バスチ食うか。これですね、バスチ。これマジうまいから、本当に。これ食ってるだけ幸せだね、うん、おかわりいいっすか、おかわり。よし、うん、確かにビールに合わない、うん、一
回凍らせるとやばいんだ。今親は YouTube のこと何も言わなくなったの。いや確かに言わなくなった。うん、なんか最初はもうめちゃめちゃ怒ってて、あんた非常識なことをするなみたいな、なんか人を傷つけちゃいけません、お父さんの会社にバレたらどうするのみたいなことをねずっと言ってたんで、うちの親ほんと普通のやつだから。うん、でもねこの前家帰ったらね、なんかなんだっけ、どこ行ってたんだっけな、ニュージーランドほらんどっか、なんかニュージーランド行ってて、なんかまだサブチャンしか見れてないのよみたいな、メインチャンネルまだ見れてないのよみたいなこと言ってたから、もうなんか全見してるみたいな。だからここでね、このライブ配信1時間の動画を残してやろうということで、うん、で父親はね、あの多分分かんなすぎて大丈夫、 YouTube のことが、うん、ヒカキン聞いたことあるなとか言ってたからね。面白い自分であるために心がけていることは何ですか。面白い自分である、面白いってなんだろうね。失礼。まあ面白い人生はね、いろいろ心がけてるっていうか、まあ一番なんか勝ち組になりたいなら、まあ勝ち組ってその幸福度的にね、勝ち組になりたいんなら友達を大事にすることだね、マジで。うん、いや仮に本当に金なくても、あの女に恵まれてなくても、あの森山とケスとタクとサナギと一緒に住んでたら絶対楽しいからね。しかも普通の友達じゃない、親友大事にするべき。で親友作るためにはやっぱ自己開示しないとね。やっぱ人ってさ、そのいろんなレイヤーがあるわけやん。その世間にも言ってる、見せてる自分とさ、その知り合いに見せてる自分、友達にだけ見せる自分、男にだけ見せる自分、女にだけ見せる自分で、めちゃめちゃ仲いいやつにしか見せない自分みたいな、いろんな段階があって、なんかそれをこう広げてくのね。人に言いたくないみたいな、友達にめっちゃ仲いい友達にしか行ったことないみたいなことをこうあえて言ってくのね。そしたらあっちも心開いてくれるから、それでどんどん仲良くなってくる。だから俺らは本当に隠してること一個もないよね。で YouTube に対しても、だから視聴者に対しても隠してることないよね。いやないか分からんけど、ほぼ言ってるんじゃないかな。親友ってどういう基準なの、難しいな。どういう基準なんだろう。でも俺明確に親友って言えるやつ8人ぐらいいるんだけど、まあ例えば自分が金持ちで、そいつが金がなさすぎて死ぬみたいなこと言ったら全然あげれちゃうぐらいのやつかな。なんかそいつの不幸は自分の不幸みたいな感じ。これ彼女に関してもそうだと思うけど、そいつが嬉しいと嬉しいしみたいな。だから俺最近なんかあいつらに物あげんのとかそんなに厭わなくなってきたんだよな。なんか自分が100損してあっちが100嬉しかったら、そのあっちの嬉しかった100も自分100嬉しいからプラマイゼロみたいな、そんな感覚かな。裏切られてもいいくらい信頼した時とか。ああ俺裏切りってその結局状況的に裏切るべきだから裏切るんだと思うんだよね。例えばケスと森山が俺を裏切るとしたら、まあ例えば YouTube の収益を 90% 俺がもらうみたいな、俺が作ったチャンネルやしみたいな、俺が企画全部考えてるしみたいなことを言うこともできるけど、それをやったらあいつらが一人でチャンネルやった方が絶対儲かる、そのメリットが大きくなっていくから、どんどんね現状とそのそうした時のメリット差がでかくなっていくから、そしたら裏切るのが正当な判断になってくるじゃん。で逆にあいつらにいっぱい渡してたら、その裏切るメリットってのがめっちゃ少なくなるから、だから裏切られる人って
なんか自分に原因あると思うよね結局、うん、その状況をうまく設計しないと、うん、若造だとなんだてめえはジジイかじゃ完璧主義についてどう思うか、うん、完璧主義ってのはいいとこと悪いとこあって、いいとこは例えば俺の1本目の動画とかってなんか上げるまでに50時間ぐらいかかってるんだよ、ね、こういう動画にしようとかこういうシーン入れようみたいな。それでなんか完璧主義だったからこそ1本目でバズらせることはできたけど、完璧主義ってその行動が遅くなるのね。やっぱりこれやるって言ってもその完璧にできるまで走り出さないみたいな。だから俺はその起業とかそういうなんか新しいことするなら完璧主義じゃない方がいいと思う。結局最初走り出してそこから完璧主義になればいいと思うんだよね、うん、編集なんでそんなにうまいの。編集別にそんなうまくないと思うけどな。なんかまあ視聴者目線で編集してるからかな。もう本当にめちゃめちゃ視聴者のためを思って編集してる。それは結局自分のためでもあるから、その 0.1 秒の間とかを切ってで見やすいように、そのこの情報を知らない視聴者にはこの白テロップを出さないとわからないとかということを考えて編集してるから、その上手い編集が上手いってのは分かりやすいってことだと思うから、なんか技術がなんかどうこうって正直どうでもいいな、うん、編集外注しないの。外注したいけど1年間消すに編集をずっと教えて、でやっと最近できるようになって、なんかそこまで育てるのがちょっと難しいかな。なんか外注ってその技術どうこうじゃなくてさ、その俺らがどういう編集をしたいかっていうのを完璧にそのインストールしてもらわないといけないから、うん、心パーカー一緒。俺ずっと買いたかったよこれマジで。よいしょ、ちょっと見てよ今日心パーカーさ、なんか5万6万ぐらい使っちゃった心で、この灰色のやつ、オレンジ、赤、そして黒。あれもう一個ぐらいあったと思う。うん、あ、めっちゃ良かったマジで。心好きだよ、うん、でもこれはね、このマリファナオスボングっていう機械なんだけど、だからこれがロゴになってるからラッパーがみんな着てるんだろうね、うん、結構有名なんだよなこのブランドは。だからこれからはなんか心ばっか来てるかもしんない動画で、うん、俺ほんと気に入った服を毎日着るっていう特殊な習性があってさ、なんか視聴者にもよく言われるのよね、服1個しか持ってないのかよみたいな、うん、でもなんかずっと着ちゃうだけなんだよ、うん、臭い風呂入らねいや、そうなんだよ、そう、バレるんだよな2日連続で。なんかでも楽なんだよ、その日中過ごしてさ、そのまま寝てさ、そのまま起きたら出かけれるんよね。だから服着替えないと便利なんだよ、うんうん、パンツ何種類持ってますか。パンツは1種類しか持ってない。靴下も1種類しか持ってない。アマゾンでなんか同じのばっか買ってるから。パンツとか靴下にバリエーション持たせる意味ってないじゃん。こう適当にクローゼットガサッてやってさ、なんか靴下2個左右違ったらめっちゃうざいじゃん。その相方ってマジでいなくなるから、だから全部同じのにしてる。20個とかアマゾンで買って、アーカイブ残そっかな。このあと俺がなんかめっちゃ変なこととか言ったら、他の人ディスったりとかしたら
YouTuber ですとかしたら残さないかもしれないけど、うん、ん？なんだなんだ。知人から有名になることで連絡来たりしますか？あ、これめっちゃ来る。うん、めっちゃ来るめっちゃ来る。なんか中学の後輩とか、中学卒業してから一回も連絡取ってないやつとかから来るね。だから俺この前 LINE1500 人ぐらい友達いたんだけど、250人ぐらいまでブロックしたんだよね。うん、でもなんか大体知らない女って感じ。誰だっけみたいな。うん、前やばかったからインスタライブ消した。そう、消した。普通になんかタッチションとかしてたからな。でもなんか酔っ払いすぎて。で、インスタライブした記憶もあんまりないみたいな。あれちょっとやばかった。みんなインスタフォローしてよ。なんかインスタ1万人いかないと、なんか URL を貼れないみたいな噂を聞いたんだよな。うん。ん？一回も連絡ないやつから連絡来るとどうなの？ああ、だから有名になったから連絡してくるやつみたいな。うん。まあ別に、別にって感じかな。なんか人は連絡したくなるよね。その、もともと知り合いだったやつ、偶然 YouTube 見ててびっくりするやん。おーみたいな。そしたらなんか YouTube で出てきたみたいな。ちょっと話したいっしょ。あとなんか久々に会った友達にインスタに載せられるようになったね。やっぱエビスジャップって言って。でもそれもまあ別に人ってそういうもんじゃねって感じかな。これ朝日の案件ってことにしよう。提供朝日って書いとくか。そんなナショナルクライアントからね、俺ら仕事来ませんから。朝日、うん、N 国立花さんとのコラボはそれはない。うん、あ、はいはいはい。 ADHD について語ってほしいです。 ADHD については俺はまず ADHD かは分からんよ。その病院で診断受けたことない。でも周りのやつになんか血管が多すぎて ADHD なんじゃねって言われるだけ。なんかプレゼントでもらった財布とか一日でなくすし、なんかよくラーメン屋にカバンとか忘れるしね。よくとかいうレベルじゃないな、ほぼ忘れみたいな。だけど ADHD って俺結構いいことの方が多いと思ってんだよな。なんか確かビル・ゲイツとかはADHD やったし、ん？うん、多分そう。スティーブ・ジョブズとかそこら辺の外資の社長、すげえやつら ADHD だからね、大体。なんか血管がある分、なんかめっちゃどっかに特化するみたいな。いいじゃん、そっちの方がなんか個性的で。うん。童貞の親友いますか？あ、これはいない。なんか、うん、友達の条件は女の話できるやつかもしんないね。もしかしたらなんか女ってこうだよなみたいな話とかが、そこが噛み合わないとなんか、あ、その話はこいつできないんだってなるからさ。うん。ゲンゲンとアナ兄弟の話して、うわー、これ言ったらアーカイブ残せなくなるけど、ちょっと言って、どうしようかな。まあ、軽く言うわ。じゃあ、まああれなんよ、あれなんよ、まあ普通にアナ兄弟なんよ。うん。だからそのなんだろうな、ゲンゲンに関する悩みをその子から聞いてて、うん、でなんかもうなんか死にたい死にたいみたいなこと言ってたから、で、ゲンゲンはなんか、めっちゃ慰めてんのね、その、責任取って。うん、だから、なんか俺は普通にゲンゲンの肩を持ちたかったわけよ。その、逃げずに、ちゃんと1年ぐらい寄り添って、めちゃめちゃめんどくさいやつに。で、なんか週刊誌に暴露する暴露するとか言ってて、で、マジしょうもないからやめろみたいなこと言ってたんだけど、うん、で、結局なんか暴露して勝手にね。だから俺は縁切りました。なんかお前しょうもないなって、うん、
そう、東大理さんの原言、妊娠騒動で炎上した人ね。うん、いや原言は普通にね結構頑張ってたと思うよ本当に。うん、でなんか雑誌の書き方、俺が聞いてた話と雑誌の書き方が違いすぎて、なんかやっぱその東大理さんってさ頂点じゃん。その頂点をこう叩き落としたいそのやつらっていっぱいいるから、結局雑誌からしたらその理さんのやつを叩くっていう構図にした方が儲かるから絶対そうするんだよな。なんで知り合いなの？元元は知り合いじゃない。なんか一回その話し合いに同席してくれみたいなこと言われて、おやそれはいいやって言ったから、その時言ってたら知り合いになってたかもしれんけど、その子とは知り合いって感じ。有名人の LINE 持ってる？まあそれは持ってるけど、普通に仕事で持ってるって感じかな。うん、なんか有名人とやりましたかみたいなよく聞かれるんだけど、なんかあるけどそれはね言えないな、さすがに。でなんかあっちに怒られるとかはいいんだけど、なんかかわいそうじゃん、あいつにやられたやつみたいに言われんのって。めっちゃディスブランディングだからさ、かわいそう。芸能人ってでもそんな有名なやつじゃないからね、めっちゃ、うん、あ、ケス大好き丸、ヤッホー。うん、AV 女優2000万水ヶ瀬の話はちょっとできねえわ、今はできないまあてか普通に、うん、まあこの前も話したか軽く、うん、なんか2限行くわって言ったら、なんか3万円あげるから行かないでみたいなこと言われて、で俺はなんかその2限実験で、なんか絶対落としちゃいけないやつみたいな、1回も休んじゃいけないやつみたいなやつなんだけど、それで絶対行くから無理、3万もらっても無理みたいなこと言ったら、なんかじゃあ5万、じゃあ5万みたいな感じでどんどん値上がりしてって、なんか最終的に27万みたいになって、俺27万で折れたんよねなんか絶対留年するみたいなやつで、でもどうせ留年するしなみたいな、27万か、なんかいろいろ買えるなみたいな、ガガミラノの時計欲しいしなみたいな、24万かみたいな、それでもその場の27万に負けてみたいな、うん、だからなんかそいつがもう俺に依存しすぎて、なんか帰るって言ったら金が飛び出てくるみたいな状況になってたから、なんか別にくれとか言ってないねあんまり、うん、そんな感じやなバイト先の女から LINE をもらう方法教えて。それはね聞けばいい、聞いてダメだったら次に聞く、それでいい。うん、依存させるにはどうしたらいいか、依存させるにはどうしたらいいかって分かんないな正直。依存体質の女ってそもそも依存体質だから、誰かに依存してないとしっかり自分を保てないみたいな性質だからね、依存体質の女を見つければいいんじゃない、うん、でなんかそういう女には絶対媚びちゃダメね、ちょっと上から行くみたいな。まだファン家にあげますか？うん、まあ普通にたまに、うん、これも他の YouTuber に言ったらやばって言われるけど、家来いよみたいな。うん、腹パンして解散で OK あん時なんで俺あんなこと言ってたんだろうね、メインの動画のライブ配信アーカイブ残す、あー残さないかもな、どうしようかなみたいな迷ってるけど、うん、藤の目って怖いよね、あよく言われるんだよな目が怖いって、怖い目が笑ってないって言われるんだよね、うん、いやチックじゃない、あやばいやばいやばい流れ
富士より編集うまい YouTuber っていますか？いっぱいいるじゃん。いっぱいいるよ。全員うまいよ。なんだかんだね。付き合った人数は10人。一人目は中1で、あれね、まだ童貞だったからね。その一人目と二人目は童貞だったからね。うん？ん？ 一人目、二人目、そう、三人目で。二人目と三人目の間で童貞を卒業したんだな、中3で。何中だよ。練馬区立三原台中学校だよ。あと中1の時は山口県周南市紀陽中学校だよ。中1の時にね、付き合ってね、いやあれはね、本当に純愛だったね。廊下で告白してさ、もうめちゃめちゃ緊張しながら、好きです、付き合ってくださいとか言ってはいって言ってね。でそっからね、もう一緒に帰るだけよ、部活の後一緒に帰るだけ、でなんだっけな、夏祭り一回だけ手つないだけど、すぐ恥ずかしくて話しちゃってね。でそっから別れるまで一回もキスもできずに、毎回キスしてキスしてキスしてって思いながら一緒に帰ってたんだけど、キスできずにね、俺が転校してしまって別れてしまいました。そうだよ、人はみんなもともと童貞なんだよ。で中3の時の彼女はあれだね、普通に 1,2 ヶ月ぐらいで別れちゃったから、初めてチャリの二欠をしたぐらいかそれももう何もしてない。で中3で急に童貞奪われたんだよな、山口の同級生。そっからよ、俺の人生の狂いは。で高1からなんかミクシーとかでねやり始めてね、オフ会来る人は楽しもうな。抽選なんだけどね、ちょっと人数オーバーしちゃったから恵比寿ジャップのグッズ出してグッズ作ってくれる人募集します。じゃあグッズってなんだよ。コンドームでも出そうかな。成人式どんな感じだった？俺は、雪だったね。で寝坊して行けなかった。で終わった時に行ってなんか友達と喋って帰ったって感じかな。抽選という名の選考。あ、確かにその抽選って別にランダムでやるわけじゃなくて、あ、こいつこいつこいつって適当に選んでいく感じなんだけど、なんか普通になんだっけ、エビジャファンとオフパコしに行きますみたいなやつは絶対落とすから、そういう場が荒れそうなやつはね、オフパコとかしてほしくないもんな。俺らはいいけど、お前らはダメや。分かったか。同窓会やった？あ、やった気がするな。やったな、やった。その時やばかったな。なんかカラオケで2人にこう手間そするみたいな、で階段でやるみたいな、なんかそんな感じだったな。しかもその2人とも気づいてないよね。自分だけがされてると思ってるよね。でその状況を楽しんでたね。あれ楽しかったな。でそれがなんかやったことあるやつと、かわいいやったことあるやつと、かわいくないやったことないやつで、今日はどっちにしようかなみたいに思ってたんだけど、結局かわいいやったことあるやつにしたね。ポケモンマスター的にはかわいくないやったことないやつをやるべきだったと思うんだけど、ところで友達の先輩が藤君なんだけど。あ、そうなんだ。
あ、これあれじゃん、俺知ってるよ、編集うまいやつでしょ、東京未成年シンドローム。俺は YouTube オタクだからね、見てるぞ、頑張れよ、うん、まあ今んとこギリアーカイブ残せるかな。いやもう45分も経ってるし誰も見ないでしょこんなところ、うん、人に嫌われるの気にしない？気にしない？まあゲップをね我慢しない時点でね気にしないのかもしれない、うん、嫌いになったか、うん、そう、まあ俺嫌われ慣れてるからね、その第一印象で嫌われて、だから森山も俺のこと超嫌いだったらしいしね、そっから仲良くなるやつって多いからさ、別に嫌われることに何も思わないかな、うん、特に女の子に嫌われることに関してはマジで何にも思わないかな、うん、うん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 、YouTuber って飽きてこないの、それいい質問ですね。俺は相当飽きっぽいんだけど、 YouTuber は飽きないね、今んとこ飽きてないって感じかな、楽しすぎるんだけど、まあその理由はやっぱ0から100まで自分が作ってるかな。やっぱ会社とかって0から100あるうちの10から20とか70から80とか90から100とかその一部分を請け負うわけじゃん、それだとなんか自分で作った感とか自分で売り上げを上げた感とかそういうのってないじゃん、俺の力やって胸張って言えないじゃん、でも YouTube はさ0から自分で企画とか方向性とか考えてさ、それで編集して上げてみたいな、その一仕事感があるわけ、料理と一緒、その何作るって決めて、でそれに食材が何が必要で、でスーパーに買いに行って、で料理して食べて皿洗うみたいな、その0から100まで自分でやることって何でも楽しいよね、だからそれでお金儲けできたら最高の人生って感じだよな、うん、次リカコ出演するのいつ、リカコ今なんかシンガポール住んでるからしばらく出れないんだよね、うん、そう自炊とかみんなしてみればいいじゃん、結構たまにやるとおもれえよ、編集技術どこで学んだか、編集技術は完全に独学だね、うん、別に誰にも教えてもらってないし、てか最初の方の動画とか見ればわかるけどめっちゃ下手なんよ。で、ケスの最初の編集したぜみたいな、どう見てよみたいなやつとかめちゃめちゃひどかった、もうこれぞ底辺 YouTuber みたいな編集だったね、まあでもやっぱ編集って結局その YouTuber の真似するっていうのが一番だから、真似してどこを取り入れるどこを取り入れないっていうのを自分で決める、それでいいと思う、であと底辺 YouTuber をねめっちゃ見た俺は、なんでこいつらが底辺なのかあって調べて、そのチャンネルで相当できるから、あとかいとかで調べて、その登録者数1500人とかその200人とかそこら辺の動画上げてるやつ見て、なんでこいつらは伸びないんだろうみたいな、そしたらなんか編集が下手だったり、なんか自分に興味ない人が多いのに自分語りがすごかったりとか、なんかいろいろあってね、うん、あ Vlog の編集すごい好き、まあ俺みんな気づいてないと思うけど Vlog ガチ勢だからさ、 Vlog が楽しいんだよな結局、 Vlog トレンドだしね世界的には。 YouTuber のコンサルしない、今ケスからグループ LINE で左端がいいって来たんだけど、こいつら合コンで誰行くか打ち合わせしとるやんけ、2100人も見てんだ、すげえな。ポーカースターズしてるよ。サナギとの出会い、サナギとの出会いは日比谷だから、サナギもでサッカー部で同じだったから、
それ以外ないね。別に高校の時そんな仲良くなかったよ。大学入ってからなんかめっちゃ仲良くなったって感じかな。なんで仲良くなったんだっけな。パチンコ仲間だったんだな。うん。もうギャンブルするときはサナギみたいな。麻雀パチンコみたいな。そんな感じ。サナギも親友だよ、もちろん。クイズノック、いやそれはできないね。うん、やっぱクリーンな人とはねできないね。申し訳ないからね。うん、麻雀面白いよね。俺麻雀の強さだけは自信あるからね。かなり強いぞ。うん、てかコラボって難しいよね、やっぱり。なんか俺らって3人でいる時めっちゃ素なんだけど、だから動画ってめっちゃ素なんよ、俺ら3人の時って。でもなんか初対面の人とかいるとさ、ケスとか森山とかめっちゃ礼儀正しいからさ、なんかオス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 みたいな、なんか社会人モードっていうか、初対面の人と喋るモードのあいつらになるからさ、なんかその3人のノリみたいなのに混ぜれないんだよな。だからなかなかね、コラボの仕方ってね、もうちょい考えないとね、難しいよね。うん、キス森山以外でエビジャに誘った人いなかった？それはもちろんいないよ。俺はもともと3人でずっと一緒にいたんだよ。うん、でサナギと会う時は俺はサナギと2人で会ってた。で俺らは恵比寿に3人でこうバラバラに住んでたから、だいたい誰かの家に集まって合コンしたり、まあ、シーシャ吸いながら話したりとか。だからずっと一緒にいたから、なんか別に他のやつを入れようとか思わなかった。うん、ラーメン二郎一番好きなのはひばりが丘、もちろん。俺高校の時実家が大泉学園にあって、それでなんか2駅乗り過ごすとひばりが丘だからさ、なんか毎日行ってたね。で親に怒られてた、お腹いっぱいつって、ご飯作ったのよ私はって言って。うん、エビスジャップさんの企画は誰が考えてるんですか？まあ、大体俺だな。うん、1割ぐらい、1、2割ぐらいあいつら考えてくれるな。ワニュードーさんのとかはあいつら考えてくれてめっちゃ面白かったけど、うん、西大二郎はね、麺が柔らかいんだよ。あんま好きじゃないんだよな。サッカー部のマネとスコッタ、あ、それはスコッタね、もちろん。うーん、ジャックポットさんとのコラボ期待。あ、コラボまだしてない。普通に飯行った。童貞だった頃の話さっきしたんだよな。この動画のアーカイブを見てくれ、後で残すから多分ね。なんかないかな。世界の横澤との頃を見たい。俺もめっちゃしたい。横澤会いてー。なんかツイッターフォローしたらフォロー返ってきてめっちゃ嬉しかったんだよな。もう全動画見てるからさ、もうあれはもうね、すごいすごい人よ、あの人は。うん、アーカイブ残せなくしよう。最終的にはどうなりたいんですか？ああ、最終的にはどうなりたいとかね、ないんだよね別に。もうなんとなく、なんか家族、3家族でローガンポールみたいなプール付きの家に住んで、 Vlog チャンネルで楽しくワイワイみたいな、なんとなくみたいなのはあるけど、別になんか地球征服したいとか思わないし、今楽しければいいかな。あとやりたいことって俺どんどん出てきて、なんかそれにすぐ飛びつけるようにしときたいかな。だから多分
300万とか余ったらベンチャー投資とかしたいしね。ビール美味しいよ。未成年なのかい？サークルどこ入ってましたか？サークルは早稲田のウィズっていうテニサー、それはもうなくなったんだけど、とあと青学のブルームっていうサークルね。それ男女インカレで、青学のサークルなのになぜか青学がいないっていうわけわかんないサークルなんだけど、まあ、そこで森山と一緒だった。それももうなくなったね。であと DHB、 あの大乱高ホールブラザーズ、俺が作った乱高サークル、それもあの秒でなくなったね。問題が起きすぎてね。だから全部なくなった俺のサークルは。で今日サークルのそのウィズのその早稲田のウィズっていうテニサーね、飲みサーの友達の結婚式に行ってたと。結婚式っていいねやっぱ。普通にあの祝儀3万とかだるいけどね。3万みたいな、結構仲良くない友達だったらクソ渋いなみたいな感じだね。結婚式ナンパしないよ。やっぱ友達のようなことはしないよ。でもなんか視聴者いたんだけどね、なんか女の子3人ぐらいで、なんかそう、なんか視聴者の子がいるみたいなことをその友達から聞いてて、で後で写真撮ってあげてみたいな、いいよって言って、で俺らそのなんだっけ、披露宴って言うんだっけ、披露宴が終わってみんな帰るよみたいになったから、じゃあ俺も帰るかって時にそのあの子だよって言われたから、俺が話しかけ行って写真撮ろうよって言って、こうその9人ぐらいの卓で全員なんか見てるみたいな、こうファミリーとか言って、で見てる状況で写真撮って、じゃあみんな楽しんでねみたいな、じゃっつってこうやって歩き去ったんだけど、ここのケツのとこにあのクリーニングのタグがついてたっていうね。後にそれを知ってめちゃめちゃダサいっていう。結構へこんだ、顔赤くなった。じゃあ楽しんでっつって格好つけたかったけどな。座右の銘は何だろうか。座右の銘ってなんだ、なんだろうな。座右の銘、座右の銘ないね。今が大切。じゃあそれで、今が大切。三日坊主は素晴らしい。ああ、尊敬する人はね、イーロン・マスクかな、やっぱりね。やっぱイーロン・マスクってなんかすげえやつなんだよ。なんか起業家なんだけど、なんかテスラっていうその自動運転のか、自動運転の車の会社やってて、でプラスで スペース X っていう宇宙に行く会社やってるんだ。もともとイーロン・マスクっていうのはペイパルっていう決算の会社を作った創業メンバーなんだけど、その売却した金を全部スペース X っていう宇宙のロケットにつぎ込んだんだよね。でなんかもともと NASA が1000億でロケット1個作ってたのをイーロン・マスクは7億で作ったんだよね。もうその時点でもうコストだみたいな、めちゃめちゃ起業家志向で、で次失敗したら破産やみたいな。あ、ちなみにこの話うろ覚えだから後で自分で調べてね。もう次失敗したら破産やみたいな感じのレベルまでもう自分の金をつぎ込んだよ。確か400億とか、もう超適当だけど、例えば400億とかあってもうほぼ突っ込むみたいな。普通そこで50億残すとか100億残すとかするだろうけど、結局金が目的じゃなくて、なんか自分の夢が目的だから、だからそこにもうバゴン突っ込んで、もうこれ失敗したら借金まみれみたいな。それでなんか結局成功して、なんかロケットを結局なんかもともとこうシューって飛んで、その部品がこう分かれてくみたいな、剥がれてって結局こうなんか宇宙に届くみたいな感じなんだけど、あのイーロン・マスクはこう飛んでって、その離れた部品がこうサクッてまた地面に
戻ってくるみたいな、再利用することでまたコスト削減するみたいなのを考えて、すごいんだよ。で、人類移住計画、火星に人類移住させるみたいなこと言っててね、もうなんか視座が高すぎて、もうなんか俺もさすがになんか俺結構自分に自信ある方なんだけど、さすがに人類を火星に移住させようとか思わないからね。だからもうそれは尊敬に値する。そう、もう本当に多分金とか本当にいらないんだと思うんだよね、あの人は。自分のやりたいことっていうか、人類の未来を救いたいみたいな、ゼロトゥーワン、あ、ピーター・ティールね、読んだ読んだ。年収チャンネル出ないの？出ないかな。うん、年収は1000万。はい、以上。マネージャーの話詳しくってみんなうるさいな。別にサッカー部のマネージャーとスコットだけだよ、ただ単に。で、部室でなんかとかね、そんな感じで。別になんかそのみんな妄想してるかもしれないけど、そんな可愛くないからマジで。あ、これ見てたらごめんな。妊娠させたことはありません。種なしかもしれない。本当に社長なの？まあ社長じゃあ社長、肩書き的には。でも俺普段社長とか呼ばれないから、別に自分のことをそんな社長、なんかイメージの社長ってさ、もうなんか社長室に座ってこんな偉いみたいな、そんな感じだけど。でなんか若手起業家ならインタビュー答えてみたいな、こんなろくろ回して経営者のサービスはとか言ってる感じだけど、俺そういう感じじゃないからね、本当に。ただ法人化して自分でお金を稼いでるってだけ。いやでももう酔っ払ったよ、ダメだ、俺酒弱いのに。ああ、じゃあおしっこしたくなってきたんだけど、おしっこしていい？これおしっこしたらバンされんのかな。電池切れるかな。よいしょよいしょ。はい、トイレに到着しました。富士が株 100% です。気をつけろよ。分かった分かった。あ、そっか、カメラ置いていけばよかったんだ。俺にはそれは気づけませんでしたね。よいしょ。あ、映んないようにしないとな、マジで。何人見てんだ？ 2000 人か。ギリセーフか。ふぉー、気持ちいい。2000人に見られながらおしっこすんのって気持ちええな。ちょっと減ったぞ。まあ減ればいいんじゃないかな、別に増えても何もいいことねえから。お、大阪駅付近で話しかけて写真撮ってもらったものです。お、ありがとう。なんか、結構写真最近めっちゃ撮るな。え、音聞こえる？マジ？やばいね。ちょろちょろ聞こえる。見えたぞ。それは嘘やろ。はい。
はいはいはい。あ、面白いな、ここ人ん家なんだよな。俺しかいないけど、なぜか。うん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 。手を洗え。やばい、普段手洗ってねえのバレたわ。ちょっと洗ってくんね。ふう、いやー、ライブ配信をしてるとね、普段は絶対手を洗うようにしてるんですけど、なんか忘れちゃうこともありますよね、うん、うん、今も振りだけで洗ってない。洗ったよ、ちょっと濡らすって感じかな。先っぽだけ見えた。先っぽだけならまだ俺のサブチャンに上がってるよ、プールの動画にね、うん、でも消されてないからギリセーフ。やべ、うん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 、でかさ関係あるかってさっきからずっと言ってるけど、どういう意味かわかんない。森山はエビスジャップやめそう。もう絶対やめないよ、大丈夫。森山はね、なんかなんだろう、スタミナがないだけなんよね、うん、5時間とか撮影してるとあいつもう喋んなくなんだよ。もう無理だ、もう寝たい、あ、もうよくねみたいな感じでね。で、俺はダメだよみたいな、ダメみたいな感じで言うんだけど、もう帰ろうみたいな。あいつ、無気力アルツハイマーって俺は呼んでるんだけどね。無気力で注意力がマジでないから、本当になんかスイッチオフになると2日ぐらい家から、あ、部屋から出てこないからね、本当に。1日1回トイレに出てくるみたいな、飯も食わないみたいな、トイレも行かないみたいな。あいつ結構ダメなやつだよ。あいつ本当にネクラだと思うよ。なんか落差すごいよね。消すも結構、いやー、でもあいつは社交的ではあるけどネクラかな。消すもネクラだと思う。消すは何だろう、どこがネクラかっていうと、いや、でも人って絶対オンオフあると思うんだけどね。まあ、なんか俺はないらしいんだけど、なんかで俺はそのオンオフがなくてずっと友達といるのが楽なの、一人でいるよりもね。俺一人でいるとなんかずっとぐる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 ってなんか考えてるから疲れちゃうから、そのこうやってなんか今話してないけど、まあ今人と話してる気持ちで喋ってるからさ、こうやって喋ってるとなんかあんま考えなくてよくてね、楽なんよね。ネクラでもコミュ力ありますよね。ああ、まあ確かにネクラって何なんだろうね。富士普通にイケメンやな。 A65、 おい、 S72 だろ、うん、自殺考えたことある？あー、まあちっちゃい頃になんか朝起きんのやだなとか思って、寝てる間に誰か殺してくんないかなとか思ったことあるね、あと仕事だりいな、死にてみたいな時はあるけど、体鍛えてる？ああ、最近鍛えてないな。エニタイムフィットネス行ってたけど半年通わなくて月額9000円払い続けてね、マジ有料顧客。ジムのその運営ってその来ないやつで回ってるらしいからね、まあ俺がエニタイムフィットネス支えてるということでね、パンはかけたよ。富士の親について教えて。難しいこと言うね。普通だよ、普通。ああ、でもまあみんな誰しもが自分の親を普通だと思って生きてくるわけだよね、じゃあ普通じゃないのかもしれないね。なんか常識人って感じかな、うちの親は。その常識はこうだからみたいな、常識はこうだからっていうタイプで、だから俺はなんか逆に
いや別にそれ論理的に違くねみたいな、例えば電車で電話しちゃいけませんとか、いや別によくねみたいな感じでの人間に育ってしまったね逆に。まあ、まあ、俺普通に電車では電話するべきだと思うけどね、うん、子供の頃から日常を疑う癖だったの、常識を疑うってことかな、まああったんじゃない、うん、なんか先生とか間違ってんなって思ってたから。黒い世界の人とトラブったことありますか？あー一回あるな、その AV 女優とゴタゴタしてなんか怖い人から電話かかってきて、なんかなんだっけ、その時なんかデリもやってたから、なんかうちの商品に なんていうことしてくれてんだよみたいな感じで電話かかってきて、で俺その時マジで死ぬと思って、あの iPhone のメモ帳に遺書書いたんよね、なんか僕が自ら命を絶つことはありませんみたいな、だからこういうトラブルがあってこういう電話が来てみたいなこと書いたね、うん、で銀行口座の預金は全て親にみたいなまあどうせ死んだら行くんだろうけど、いやあれは本当に怖かったな、もうなんかいつなんかさらわれるかわからんみたいな、めっちゃ怖かったね、なんか、うん、なんか道で急に連れ去られてなんかやられるみたいな可能性って 1% ぐらいしかないっていうのは分かってんだけど、道に歩いてるとき、まあ 1% はそれに頭使わなきゃいけないみたいな、結構怖かったね。えってかもう1時間以上やってんじゃん眠くなってきたか、今何時なんだろうね、じゃあ寝るか、うん、最後なんか喋って、一人のとき何やってます？ YouTube やってる、あ YouTube やってるじゃない、 YouTube 見てる、今の髪型だと武田塾の塾長に似てる、あ、林さんね、この前会ったわ、うーん、富士にとって一番幸せな時は、幸せな時は好きなやつと喋ってる時かな、お前らのことも好きだよ、そこはそこだろ、確かに人脈大切、あ、これは言っときたい、これだけは言っときたいよ、人脈大切っていう質問は答えたい、ちょっと待って、あれうまく脱げない、よいしょ、新しい心来ていい？新しい心俺このオレンジ気に入ってんだよな、でも俺のメンバーから一応さ青っていうことになってるからさ、他の色の服を買いづらいっていうデメリットあるんだけど、それでも買っちゃったね、まあということでね、人脈は大切かどうか、それはいい質問ですね、人脈は結局ねどっちとも言えますね、大切とも言えるし大切とも言えない、でも基本的に人脈は価値ありません、なぜかというと仮に俺が今ねヒカキンさんとよく飲むみたいな、なんか例えば前澤友作と仲いいとか孫正義と仲いいとかそういうのあっても、その自分が何者でもないうちは本当に相手にとってメリット釣り合わないとその交渉とか成立しないから、絶対そのいいことないのよ、俺人脈ばっか作ってるやつ知ってるけどいっぱいいるんよ、そのなんかそこら辺のなんか中小企業の社長とかなんかよくわかんないやつとかね、そのマルチのやつとか、もう人脈大事、出会いに感謝みたいなことを言ってても、結局自分が何者でもないうちにその調べても、そのあ調べてもじゃない、人脈を広げても全然意味ないんだよ、相手にとって意味ないから、その例えばなんかもう例えば俺レプゼン地球と知り合いだぜみたいなやつとかもういっぱいいるやん、あいつら友達多いからさ、
で、その人脈ってなんかメリットになるよ。その自慢以外にメリットないじゃん。そのレペゼン地球となんか仕事をしてすごいお金を稼いだとか、なんかそういうことないじゃん。自分にそういうなんかパワーがないと結局人脈って活かせないよね。だから結局自分の力でをつけないとその人脈っていうのは生きてこない。よいしょ、いい締め。そうそうそう、パワーってのはいろいろあるよ。それはなんか例えばなんか絵がうまいとかでもいいよ。その人と違うところ、なんか秀でたところがあれば人脈に価値が出てくるけど、そのなんかもうどうでもいいニートみたいなやつが、その例えば飲み会で孫正義と一緒になりましたみたいな、で孫正義と飲んだことあるぜって言えること以外になんかいいことあんのっていう感じだよね。本当にない。うん、一芸つけるってこと。うん、まあそういうことかな。まあこれはその人脈お化けみたいなやつらにいっぱいあって思ったことかな。これは俺の考えとかじゃなくて経験で語ってる。なんか人脈あって助かるのって詐欺師ぐらいよ本当に。その人を紹介して稼ぐ仕事って大体ダメだからな。その転職とか以外、その投資で人を紹介してその何パーセントもらうみたいな、そういう人脈だったら価値はあるかもしれないけど、俺そういう人嫌いだからな、詐欺師とか。人脈お化けはいい例えだよな、だよな。なんでそんな経験豊富なの？なんでやろ。なんかみんなが経験が少ないんじゃない、逆に。なんか、ああでもそっか、森山に言われるのが一般的な意見だとすると、俺は好奇心が旺盛すぎてなんか変らしいね。レディーボーイの家に行ってみたいとか思っちゃったりするし、なんか人が気にならないとこ気になっちゃうんだよな。なんだかんだで、ね、真面目なとこすこ、ありがとう、ありがとう。真面目なのかわからないけど、目がガチで割と怖い。ほんと？目怖い？怖いか、目が怖いんか。でも俺は優しい男やと。悩み聞くよ。いつも何考えてんの？何考えてんだろうね。最近は YouTube のことをめっちゃ考えてるよ。考えるの楽しいよね。考えてこう iPhone のメモ帳とかさ書くんよね。これは真理やみたいな。だからその iPhone のメモ帳の中に、その人脈に、自分が何者でもないうちは人脈に価値はないみたいなのが書いてあるわけ。あ、気づいたみたいな感じね。その例えば前人脈価値なかったけど、その今その登録者数が10万人になって、なんか絡むメリットが出てきた人とかいるのね。なんかまさかこの人と会うとは思わなかったみたいな。でもそれってお互いその会うメリットがあるから会うわけないよ。前は俺がなんか何者でもなかったから、別にその人も会うメリットがないから会わなかったって感じかな。今スタートアップに潜ってるんですけど、会社楽しくないですか？まあスタートアップも楽しいよね。やっぱ大企業よりは楽しいんじゃない？まあ、俺公務員とか銀行員とかなるぐらいならマジでホームレスの方がマシだと思ってるからな。まあそれは俺の性格なんだけど、いつの間にかパーカー変わってる。その気づきって一人の時に思いつくの？あ、一人の時にも思いつくし、森山とかケスとかと喋ってる時思いつくね。森山ってなんか聞き上手かつ話し上手だからさ、そのよく森山の部屋で喋るんだけど、なんかそうこうお互いに喋ってるとめっちゃいいアイディアとか出てきて、なんか登録者10万人ごとになんかしようぜとか言って、でこういうことしようぜこういうことしようぜみたいな話とかめっちゃ進むし、
人間ってこうだよなみたいな、女ってこうだよなとか、そういう話もするしね。何の話だっけね。でもケスはね、俺がね30分1時間以上部屋にいるとね、なんか嫌そうにするんよね。あいつちっちゃいな、なんかガイガイガイとか言い始めるだから帰る。これからも一人でライブやってよ。まあ一人でライブやるとしたら俺ぐらいしかやんないだろうね、あいつらネクラだからさ。うん、最近のおすすめ YouTuber、 最近のおすすめ YouTuber、 世界の横沢、有生草、どんぐりとエビクラゲかな。え、てかどんぐりとエビクラゲほんとさ、みんな登録してくんない？頼む。もうさ、俺あのどんぐりとエビクラゲのあのサークルの先輩なの。今日もいたんだけど結婚式に。でもめっちゃ面白いよ、その原さんって人が。もう俺結構尊敬してるの。もう大学4年間普通にもうずっとあの人面白いなと思ってきて、で結局どんぐりとエビクラゲとメインチャンネルでコラボしたんだけど、なんか普通につまらんみたいな、エビちゃんの方が面白いみたいなこと言われてて、マジかって思ったよ。俺らの方が面白いなんてことありえんやろみたいな。で本当にね、もうなんかサムネとタイトルは面白くなさそうなんだけど、見たら面白いんよ。なんか俺のライブ配信見てるぐらいならそれを10分ぐらい見てって感じ。原さん、原さん面白いから。俺あの人の才能ちょっとね、あの無駄にしたくないんよ。今普通に会社員やってんだけど、普通に YouTube に引き込みたいんだよ俺は。もうあの人をまず登録者をこう増やして稼げるようにして会社を辞めさせた方が、その会社員の歯車の一部になってるよりも、その何万人を笑顔にした方が絶対いいと思うよ。だからあの登録してほしい。どんぐりとエビクラゲ、あ、チャンネル名忘れちゃった。なんだっけチャンネル名。え、50人増えてる、マジありがとう、ありがてえ。うん、ほんと面白いんだよな、あの人自体が。ほんとに俺は尊敬してる。生きろエビクラゲ、あ、それ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 、生きろエビクラゲだね。うん、でなんか収益化の条件がなんだっけな、1000人と直近1年間の再生時間が4000時間みたいな感じなんだけど、だから4000時間いかないとね。あ、じゃあ俺1個ネタバレするわ、エビクラゲの大喜利の。なんだろう、こんなサトシは嫌だみたいなやつで、あ、でもこれ流れないと面白くねえかえ、めっちゃ増えてる、え、マジで。あ、そうだよね、俺に言われなかったら見ないサムネだよね。うん、だから俺そろそろ寝るからさ。うん、お、1000いった、熱ー、今度なんかおごってもらおううわ、てかこれ2000人見てんだ、面白いね。編集で取り入れた YouTuber は、これなんか10回目ぐらいだな、コメント見るの。でもなんかなんだろう、別にいない、なんか全員見ていいとこ盗んで、盗まないとか盗まないみたいな感じかな。でも結局なんかいっぱい動画作ればいいよ。100増えた、うわ見たい見たい見たい、どんぐらい増えてるのか見たいな。パソコンねえかな。ハロー、よし、パソコンを手に入れたぞ。あ、充電がない、終わり、あー終わり。よし、よっしゃ。あ、じゃあ決めたわ、もう決めた。俺はこの2缶を飲むまではライブ配信をやります。この2缶飲み終わった瞬間に終わり。うん、てかライブ配信面白いな、楽しいわ。そう、今さ、その俺あの10万人突破記念のライブ配信するために結婚式の二次会行かないで戻ってきたんだけど、多分まだ飲んでんだよな。ちょっとこのあと行こっかなとか思ってんだけどね。うん、
パチャできない。あ、スパチャできないんだ。多分サブチャンで申請してないんだろうね。スパチャできるようにするみたいな設定があるからさ。てか充電したいな、パソコン。俺リクラゲのチャンネル見たいんだけど。充電器はどこですか？充電器は。なんだこれは。よし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 。どうやって充電するんだ。酔っ払ってる。そう、俺はね酔っ払ってるんだよ。エビクラゲ1200いってる。熱っ。ありがとうみんな。ちょっと充電するから移動するね。エビジャに感謝してます。モスコブ。なんで感謝してるの？いて、いてえな。この電気マジ当たるわ。よいしょ。ちょっと待ってね。どこに置けばいいかな。ここかな。よし。富士、本当にありがとう。何がありがとうなんだい？何に感謝しているんだい？君は。テスト森山もう持ち帰ったんかな。あー、でももう1時間半経つのか。でも大体2時間ぐらいは飲むんちゃうかな。みんな桃太郎とゴジラ見て、あ、見ろ。桃太郎とゴジラ見て、あ、桃太郎とゴジラいいよね。まあ、俺はサトシが好きだけどな。あ、来た来た来た。優勢層は最高。最高だよ、あいつは。面白いよね。マジで変なやつだからね、あいつ。なんか真面目そうに見えて変なやつって面白いよね。めっちゃ見た目童貞っぽいのに、タイマーは最高っすよねとか言って、頭おかしいよね。いきなり会社辞めてタイマー農家に留学しますとか言って、なんなのその行動力はみたいな。俺は今パソコンを使って何をしようとしてたんだっけ。忘れちゃったからみんな教えて。あれ何しようとしたんだっけ。あれ何しようとしたんだっけ。覚えてない。もう思い出せない。ん、何何。エビクラゲ。そうだそうだ、エビクラゲだった。よし、よくあんだよな俺。短期的記憶能力なし。おお、1230になってる。あっち。ありがとうねみんな。やばいサトシ、やばいサトシ俺おすすめよ。でもヤバいサトシをみんなが今見始めるとこれを見ないことになるからね。これを終わっ、なんかライブ配信を、もう日本語が難しい。よし、まずは、あ、このライブ配信でも見るか。あれ、なんかサブチャンの登録者が増えてる気がする。人が好きなの？あ、俺人好きなんよ。多分そこら辺のやつの10倍ぐらい人好きなんよ。だから人に興味あるって感じかな、好きっていうよりも。だから君らにも興味あるわけね。なんで俺らを見るのかとか、なんで登録するのかとかね。だから俺らを好きなやつにもなんかいろんな種類でさ、その俺のこういう話が好きみたいなやつもいれば、森山の顔が好きみたいなやつもいて、でなんかケスのなんかあの無邪気な感じが好きみたいなやつもいるからさ、なんか結局なんかなんだろう、人っていろいろいるんだよな。なんか10万人もいればさ、その
これだからエビジャはいいみたいなのってなくて、これだから好き、これだから好きみたいなのが、なんか好きな理由がなんか100個ぐらいあって、それのパーセンテージがいろいろ分かれてるみたいな感じかな。でも結局なんかスコが占める割合が一番多いって感じだろうね、うん、仮にスコを一切禁じても見てくれるやつってのはいるわけね。そのキスが好きみたいな、その人が好きなやつは、うん、エビスチャップ最近人気になってほしくない。なんでだよ、俺らは人気になりたいから人気にさせてくれよ、頼むで。人気になった方が面白いことできると思うけどね。俺らはあの落ち着くみたいな概念ないからさ。あと女性視聴者は 7% しかいないから、だから仮に登録者100万人になっても7万人しかいないわけだから、別にそんななんか Tinder で待ち合わせしたら、あ、エビスジャップの富士みたいに多分ならないよねだから別になんかどんだけ伸びても大丈夫、うん、なんか女の子のファンとか最近増えてんなって思うけど、それよりも男のファンが増えるスピードが速すぎて、まあなんかこれはね、女性視聴者増えないね、うん、だから大丈夫これか、 7% しかいないの。そうだよ、 7% しかいない、 7% しかいないけど、なんかツイッターのリプとかだと目立つよね、やっぱり。やっぱ異性ファンの方がアクティブ率は高いって誰かが言ってた気がする。そりゃそうじゃ、ためになること話して。お前が質問しろ、なんか質問したらためになること話してやるよ。7% のうち富士のファンは 0.1% ぐらいだろさすがになんか、まあ3分の1で 2.4% だとしたら 1.2% ぐらいは欲しいけどね。俺の女性ファンも、俺の女性ファンいないですか、いない。それは別に俺が一番かっこよくないからじゃなくて、彼女がいるからってことだよね。わかるわかる、本当は俺が一番かっこいいね、わかる。実物は一番かっこいいってよく言われるんだ、わかるわかる。いいいい、大丈夫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 、うん、これね、わからないね、うんうんうん、いるよ、あやあや、ありがとう、うん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 、収入源は、収入源は YouTube だぜ、だいたい YouTube だぜ、うん、自信過剰自信過剰なのかもしれないね、うん、私、フジとキスのファンの 7% だよ、ありがとう。フジは俺の後輩にそっくり、あ、先輩、お願いします、うん。この間の借金はどう返すつもりなの。ああ普通に返すよ、普通に返せるって感じかな、普通に。富士酒弱い、弱い、俺はね本当に弱い。でもなかなか潰れないタイプなんだけど、弱い。今はめっちゃ酔っ払ってるからもう何言ってるかわからないけど、もう1時間半もやってるのか、1時間半やばいなだけどもうこの1時間半を見返してなんかまずいこと言ってるかとか見るのめんどくさいから、このままあげるわ。もうえ、なんかまずいこと言ってた俺、ちょっと教えて視聴者。寝ろ、お前が寝ろ。よし、すっきりした。うん、もうわかんないね、 YouTube って難しいな、設定とかよくわかんないね。もういいや、みんなエビクラゲのチャンネル登録して、とりあえずそれだけ。エビクラゲ、よし。結局コミュ力あるって結局何力あるってこと。難しいこと聞くな。コミュ力あるってことは共感能力があるってことだと思います。結局相手の気持ちがわかるからコミュ力があるんだよね。例えばこれ言ったらこう
あ、ちょっとこう思ったかなって思ったらこうフォローしたりとか、なんかこれ言ったら喜ぶんだろうなって思ったらこれを言ったりとか、これ言ったら悲しむんだろうなとか怒るんだろうなっていうことを言わなかったりとか、そういうのがコミュ力なんじゃない？だからケスは結構そういうとこが長けてるし、あ、てか全員長けてるかもしれない、うん、空気読めないやつはいないもんな。エビクラゲ検索引っかかんないんだ、それは良くないね。俺はエビクラゲを有名にしたいんだけどな、普通に俺らより面白いと思うんだけどな。お、1250人になってる。明日の朝起きてびっくりするやんけ。うんうん、あ、ちょっとみんな申し訳ないんだけど、おしっこしてもいいっすか？おしっこしても、僕ちょっとおしっこしたいですよね。ちょっとちょろちょろが聞こえたら視聴者数が減るって聞いたんですけど、でも視聴者が減ったところで僕には何も関係がないので、おしっこしてきますね。じゃあ行ってくるね。そんなそんな置いてくわけないだろ。お前もトイレに連れてってやるよ。よいしょ、よいしょ。よいしょよいしょ。今は1935人か。1938人に見られながらするおしっこってのは格別だな。お前らできないだろ、1900人に見られておしっこって。これを経験できるのは YouTuber の特権だ、うん、YouTuber になってよかったって初めて思ったな。聞こえる？あ、マジ？その特権いらない？羨ましいっしょ？羨ましいよね、うん、やばいやばい、これもうライブ配信中にチンコ出してるってやばいから、本当にやばいやばい。よし、無事放送事故は避けられた模様。よしよし、そろそろあいつら帰ってこねえかな。でもここは友達ん家だからさ、あいつらが女を連れて帰ってくるっていうことはないのよ。よっしゃよいしょ。え、手洗え？お、減ったね。それが正しい判断だよ。おしっこなんて見たくないもんな。手洗い、手洗え、そういう価値観の押し付けやめてもらえます？トイレ行った後手洗うのが当たり前みたいな価値観の押し付けやめてもらえます？別に汚くないんで洗います。はい、みんなに怒られて俺は常識人への道を歩み出すわけない。よし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 、ほらちゃんと洗ってっから、ほら文句ねえだろ、これでいいか、これで。よし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 、そう、手洗わないことはマイナスじゃない、痛えな、この電気頭ぶつかん、痛え、うん、両手だよ。なんで、だって俺は左手しかチンゴに触ってないわけよ。右手はこう携帯持ってたから、だから両手洗うのはね、甘い、両手洗うやつ甘い。果たしてそれってマイナスなのって話。そう、その通り。うわー、てか俺これライブ配信中に寝るとかありえるんだけど。よしよしよし、ちょ
常識疑いすぎ確かにな。てか YouTube ライブでチンコを出さないっていう常識押し付けないでもらえます？別に良くないっすか？法律を破るのと一緒で、その YouTube にバンされてもいいならチンコは出しても良くないっすか？別にそのデメリット享受できるんなら別にチンコ出しても良くないっすか？覚悟があればね。バカどうでもよくないっすか？まあ優生層とね、優生と俺の価値観って結構似てるからな。その喋り方の時ブサイクだよ、マジか。でも俺はね基本ブサイクだから、海外視野はねブサイク、すぐブサイクだよね。あ、てか酔っ払ってきた。でもやっぱさ、優生も言ってたけどさ、なんか酒ってドラッグだよね結局は。てかやばい、中星動画でいじりすぎて怒られそう。中星はうまいい感じに広がっていけばいいと思うんで、まあ、このビール飲むことでね、体内にアルコールがいい感じに広がっていけばいいと思うんでね。そう、中星ブランディング、いや中星と継続的な関係ないな。あいつ面白いよマジで。面白いっていうのは、あ、中星嫌いなやつ多いだろうね。あれは敵が多いやつだな中星。でもなんか俺はなんか別になんか可愛いやつだなって感じは。中星は宗教化してる、うん、マジで宗教化してる。まあ俺あいつの言ってることって間違ってることと合ってることいろいろ混ざってると思ってて、まあでも合ってるっちゃ合ってるんだよな。結局なんか女遊びの価値観って個人が決めることだからさ、その女に絶対おごりたくないみたいなやつは中星を信仰するべきだと思うよ。でも俺らはそんなことなくて、その別にやるのが目的ならおごればよくないみたいな感じだからさ、おごらせるのが目的じゃないからさ、まあでも俺は結構中星好きだけどね。俺変なやつ好きだからさ、勇敢とか好きなぐらいだしね。ミミッチー男嫌い、それはね当たり前よ。ミミッチーってことは自分が得しないってことだから、それはね都合の悪い人だからね。では鼻水かみたいんだけど、ティッシュちょうだいよ。ティッシュ、ティッシュ、あいて、いって、フージと一緒にポーカーしたい。あ、したいね。手で噛まないの？確かに。ちゃんと手洗ってんのよ。藤は逆にどんなタイプが嫌いなんだ。あー、どんなタイプが嫌いなんだろう。難しいね。基本的に人好きなんだよな。ちょっとズボン脱いでいいですか。どんなタイプが嫌いかっていうと、あ、まあ話しかけてくる視聴者ってなんかどんどん増えてんだけど、結局なんかもう俺らもナンパ司会話にいて、あ、この子やったことありますよね、僕もあの兄弟っす
みたいなやつ、そういうやつきめえなって思うな。最近多いんだよな。よいしょ、うん、穴兄弟アピみたいな、あれはキシエ、キシエって思うな、うん、よいしょ。うん、美人としかやらないの？そういうこともないよ。ブスも抱くよ、美人も抱くよ。富士のドラッグ体験教えて。それはね、ちょっとね、席には許してくれませんよ。まあ、タイマーはやったことあるね、アメリカで。なんか友達の、もう空港に着いた瞬間にこうジョイント渡されて、ふぇーって言って、そっからもう1週間ずっと吸わされてね、最高の1週間だったな、あれは最高だった、うん、もう飯はうまいしね。こびる人どう思いますか？こびる人はこびるしかないからこびるんじゃない？ただキスとかめっちゃこびるんだよな、うん、そうあいつこびるんだけど、まあそれがあいつのコミュ力でもあるからさ、なんかキスがなんか上から言ってさ、お前なんとかだろみたいに言ってんのって結構想像つかないしね。こびるならこびるで、そういう立ち回りっていう感じかな。それが一番最適解ならそうすべきなんじゃない？若い時いっぱいスコった方がいい？あ、これはマジでスコった方がいいよ。なんでかっていうと、まあその基本的に男って年を取るごとに市場価値は下がってく、女もだけど市場価値は下がってくんだけど、でも年を取るごとに金は増えてくわけね、基本的に。でなんか俺はそのラウンジ嬢とかの知り合いが多いから、だからなんかその金、若い頃遊んでなかったけど金だけ持ってるおっさんみたいなやつの話をめっちゃ聞くわけでもそういうやつって本当にかなり空虚な人生になるからね。金持ってても空虚って悲しいぞ本当に。奥さんは金目的でうまくいってなくて、でなんかパパ活しかすることないですみたいな、あれはね本当悲しい。お金使ってもラウンジ嬢とエッチできなくて、で片や俺みたいなやつにタダでスコられてる、かわいそうだよな。やばい、充電しなきゃ。充電器はどこだ、充電器は。じゃあ、あーみんなのコメントみたい。え、今何時？何時か教えてくんね。うわ、充電器させないな。ちょっと一瞬切れるかもしれないけどいい？ちょっと時間とパーセンテージを見たい。あ、1時なんだ。オッケー。オッケー。68% あったから大丈夫。彼女の話？彼女の話か。まあ出会いは言ったじゃん。まあその岩崎って女友達が連れてきて、でなんかゲスト森山の誕生日会か、3年前の、うん、4年前、3年前か4年前かって難しいな、わかんない、どっちか。でその誕生日会で会って、うっこれは付き合いたいって思ったんだよ、うん、ラスト1巻やで、お前ら楽しんできよ、おい。よいしょ。なんでそう思ったか、なんでそう思ったか、まあなんだろう、なんだろうな、わかんないな。かわいい、かわいくて明るくて希少価値が高かったからかな。やっぱ唯一無二性があるっていうのが大事なんだよな。そのチャラいやつってさ、その比較対象が多いんだよ、とにかく
やっぱ比べちゃうんだよね。なんかあいつより良かったとか、こいつはこういうパターンのやつだみたいな、そのパターン分けみたいなのもできちゃうからさ、何百人もいるとさ、そのザリガニ系だみたいなとか、なんかいろいろ。てかまだ2000人見てんのかよ、暇だなお前らは。それでなんか何の話してたっけ。あ、もう忘れたよ俺、何の話してたか。ちょ、何の話してたか教えて。ん、彼女の何の話だっけ。彼女マジで思い出せない彼女って言われても何の話だっけ。あ、そう、比較しちゃうわけね。うん、比較しちゃうからやっぱ変な子じゃないと好きになんないわけよ。うん、で変な子だったんだよね結局。なんかもう明るすぎるみたいな、ずっと踊っとるみたいな、うん、そんな感じ。でもなんかまあ普通に、うん、この YouTube を許してくれてるぐらい逆に仲いいからね俺は、うん、そうそうそう、俺も変だから、変なんだよな普通に。俺ら二人の会話とか結構やばいしな。人脈の広げ方教えて。人脈広げんな、さっきも言ったけどな、人脈広げんな、お前がまず何者かになれ、それを言いたいですね。よし、めちゃ明るい子紹介しますよ。ちょっと DM 持ってます。 DM お願いします。うん、お前今死にたいんか、死にたいんか、死にたいなら死ねばいいと思うぞ。でも人生楽しいこといっぱいあるからさ、なんか死にたい時ってさ、その気力も出ないんだよね、その楽しいことに一歩踏み出すみたいな。でもね、とりあえずね、ラス1だと思ってね、なんか楽しそうなことしてみればいいと思うよ。で結局ね、死にたいやつってね、なんかとなんかに挟まれてるわけ。例えば会社辞めたい、でも世間体的に厳しいみたいな、そういうのに挟まれてどっちにも逃げれなくなった時に人って死ぬから。だから日本人はそういうやつが多いんだよ、世間体みたいなのにこうダブルバインドだよね。うん、どっちか壊せばもう余裕で生きていけるからね。うん死にたやつはね、まず壊れることですね。その常識を押し付けてくる人と全員縁を切ればいいと思うよ。でも別に死にたければ死ねばいいと思う。朝日スーパードライ、縁切るの怖い。あ、縁切るのってめっちゃ気持ちいいから、本当になんか LINE ブロックしてみ、試しに。そのなんかそいつから LINE 来るとちょっと嫌な気分になるみたいな。例えば女だったらさ、なんか男からいっぱい来るわけじゃん、なんか遊びに行こうよとか、でなんか未読無視とかするだろうけどさ、そいつらを全員ブロックしたらめっちゃ気持ちいいよ。で男だったらなんかしょうもない男友達とか、昔は仲良かったけど最近は連絡取ってないみたいなやつめっちゃいる。そういうやつをねブロックしていくとね、本当にスッキリするんだよ。なんか今大事にすべき友達がわかるしね。なんで死にたいと思うわけ。価値ある友達どのぐらいいる。価値ある、価値あるってなんだろうな。別になんか喋ってて楽しいっていう点では視聴者も全員なんか楽しいよ、だから価値あるよ別に。普通に街で会って喋るしね、なんかどこが好きなのみたいな、人によって違うよね何が好きなのかって。なんか自由なとこが好きみたいなのもいるし、スコが好きみたいなやつもいるし、なんか友達がいるのが羨ましいとか、会社辞めて羨ましいとか、なんかいろいろいるよね。うん、
だから興味あんだよね、視聴者に。うん、肌ケアしてますか？ああ、俺はね、ココナッツオイルしか塗ってないんだよ。だから俺一番肌汚いんだよね、3人の中で。まあそれは当たり前なんだよね、だらしないからさ。孤独だった期間ある？孤独だった期間は一回もない、一回もないな。うん、それは俺がずうずうしいからだろうね。その大学2年ぐらいの時に森山って本当にシャッター癖あんのね。ここから森山の話ね。森山って本当シャッター癖があって、シャッター癖って何かというと、もうなんか全ての連絡を断ち切って家に引きこもってアニメを見るみたいな、2日間ぐらいみたいな、そういう時期があるのね。でなんかその時に、なんかその時のシャッターはひどくて1週間ぐらい連絡つかなかったのかな。でなんかサークルの飲み会行くぞって言ってて、その時俺と森山で盛り上げるみたいなサークルだったから、だからもうなんか森山いないと俺一人でやんなきゃいけないしきついなみたいな感じで思ってて、でなんかもう、あ、何の話だっけな、もう忘れた、何の話だっけ何の話だっけ。森山にシャッター癖があって、あ、そっか、孤独だったことね。オッケーオッケー。でその時にね、もう俺は無理やり森山にもう鬼電しまくって、もう家にこうピンポン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 押して、もう窓に石とか投げてね、もう森山のシャッターを無理やりこじ開けたわけ。おい、やってるやってるって、うん、やっぱね、そのぐらい友達にずつしくしないと、うん、やっぱあの踏み込めないよ奥までね。でそんぐらいずつしくすれば孤独にはならん。で自分のなんか人に言いたくないこととか恥ずかしいことみたいな、そういうのをどんどん開示していくの。やっぱ恥ずかしいこと言うのってめっちゃメリットあるから、本当に。例えば俺は早漏なんだけど、なんか中1の、うん、中3高1ぐらいはあの早漏なんて誰にも言えないみたいな、俺生きてるのに早漏なんて誰にも言えないみたいに思ってたけど、言ってみたらね、楽なんよね結局。俺もソロみたいなそれでなんか仲良かったりするしね。うん、それで嫌われたらどうすんの。それはね、嫌われればいいんだよ嫌われたら好きにもうまた他のやつ行きゃいいんだよ。うん、ハゲも、ハゲはそう、ハゲもそう、うん、そう、俺ハゲはね一番見せたくなかったんだよ人にね。だけどあの YouTube であれ何再生ぐらいされたんだろう、あのヘアセットの動画、あれで初めて出さされてさ、もうなんか何万人とかに見られてさ、もういいやーってなったね、うん、そう。だからでもまあ極力見せたくないんだけど、だからなんだろうな、早漏って何分ぐらい、だから あの動画好きなんだ、ありがとう。酔っ払っていい話するおじさんになってるあれスクショすんなってマジでよし、ヘアセット16万再生もいってるんだ。え、本当に、あ、16万再生もいってるんだ。経験人数1人がコンプレックスだったら2人目をやればいいんじゃないの。でも経験人数はね多い方がねいいよ本当に。なんでいいかっていうとね、やっぱ見る目がつくからなんだよ結局。でもこれはね俺にしか言えないこと、うん、いい彼女が見つかりますよってことだね。その人間観察好きだからさ俺は、そのスコった女の子とかもさ、なんか朝まで喋ったりするわけよね、その子の幼少期の応援とか家庭環境とかさ、だから辛かったこととか価値観とか全部なんか掘り下げて、ああこういう人間はいるんだなみたいな、みんなそれぞれ違うからさ、だからそれを聞いてなんか楽しいよね、新しい価値観、こういう人もいるんだとか、だからこういう辛いことがあったらこうなるんだとか、例えばなんか3回妊娠して下ろしたやつはなんかなんだろう、そのもう子供を産めないかもしれないから、その作品を作りたいみたいな欲求が生まれるんだとか、めっちゃあるんだよねいろいろね。
それ結構面白い。結局論理に行き着くね。ちょっと待って、流れる流れる。掘り下げると情湧かない？ああ湧くかな、湧くのかな。俺サイコパスだからな、そういうのないっすね。結局なんか相手の女の子もね、一時俺のこと好きかもしれないけど、仮に1週間連絡無視したら他の男とやって他の男好きになってるって知ってるから、別になんかそんなに同情する必要はないね。うわ、てかまた2100人とかに増えてるやんけ。またおしっこしなきゃ。女の子が行く時以外にビクビクするのって演技？あ、まあ大体演技だよマジで。でもそれは演技だよねとか言わない方がいい、本当に。それはもう演技ってことで演技してくれてる子は優しいよ。たまになんか感動お化けみたいなやついるけどね。もうなんかちょっと触ったらブーみたいな、ビク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 。後悔してることは、後悔してることはありません。なぜなら今が楽しいからです。今が楽しいから。これ酒飲んで YouTube ライブしてるの楽しい。仮にさ、俺がさ、例えばでかいとこで言うと日比谷高校に行かずに早稲学院に行ってたらみたいな、そしたら1年浪人してなくて KK に行ってたらとか、いろいろ人生ってなんか選択の連続だからさ、そのなんかの選択が1個でも違ったら、こうバタフライエフェクトって言うんだけどさ、こうなんかガガガガガガっていろいろ違う感じになって俺は YouTuber になってなかった可能性の方が高いじゃん。で俺は今これが楽しいからさ、だから今までした失敗とかいろいろあるけどさ、結局これが正解だったんやなみたいな、そう、世界線が変わるから。そうなんだよ。おやすみ、おやすみ。バタフライエフェクトって映画いいよね。俺マジで好きよあれ。バタフライエフェクトみんな見た方がいいよ。結構前の映画なんだけど、そのバタフライエフェクト、あ、もうろれつが回らない。バタフライエフェクトっていうのはもともとなんか蝶々のこう、このちっちゃい蝶々の羽ばたきで、でこう、これがこうなってこれがこうなってみたいな感じで、なんか竜巻が起きてみたいな、そのバタフライのエフェクト、ちっちゃい変化でめっちゃ大きな変化が出るみたいな意味なんだけど、それがなんか例えばタイムマシンに乗ってさ、その自分が過去に戻れたとして、例えばこの横断歩道を無視したのと無視してないのみたいな、本当は無視してたんだけど無視しないようにしたみたいな、そういうちっちゃいことでもその後の行動がちょっとずつ変わってきて10年後には全然違う自分になってるみたいな、そういう感じ。なんか富士やらせて、いや、いいよいいよ。だからそういうバタフライエフェクトって概念あるじゃん。だから後悔ってマジで意味ないよ。後悔ってなんか今満足してないやつがするもんだからさ、だからなんかこの今楽しくすることを考えればいいんちゃう。別になんか今も楽しいし未来も楽しそうだってなったら過去に後悔することとかないからね、マジで。あの時は辛かったね、でも俺も上手くやってくるね、でもあの時があってくる今の無理があってんだねみたいに言うことになるよ。常に幸福度高いですか？高いんじゃないかな、なんか高いと思う。なんか高すぎて大丈夫かなって思うぐらい高い。毎日楽しい。でもなんかうざいやつとかをにうざいってすぐ言うし、なんか関わりたくないやつはパンって切るし、好きなやつだけに優しくするってしてれば誰しもが楽しくなるんじゃねえかな。俺優しさって上限あると思ってるんよね。
だから100話ってさ、その八方美人はさ、みんなに1ずつ配るけどさ、俺は好きじゃないやつには優しくしないから、だからその例えば親友の8人とかにさ12ずつこう優しくできるみたいな。だからその八方美人って俺損だと思うんだよな。優しさのいるパワーが分散するから。自己肯定感の高め方は森山のソロトーク見ればいっちゃう。自己肯定感って難しいからね。なんか人に褒められたりとかしてれば自己肯定感もつくし、あ、自己啓発本って読む。自己啓発本はその読書初心者の時は読んでたけど、もう読まないな。自己啓発本はね、あんまり意味ないよ本当に。なんか結局あれ凡人が凡人に向けて書いてる本だからさ、こういうこと言ったらダメなのかな。幸福度って相対的なものかな。いや違う違う違う、そんなことはない。自分一人の中にあるもんよやっぱりね。楽しいって時あるじゃん人生で。でそれが毎日続けば楽しいってなるよね。哲学すこ、待て待て待て、得のあること、あ、本、おすすめの本、おすすめの本はね、あーでも俺だけかなこれ好きなの。サピエンス全史めっちゃ面白いよ。サピエンス全史、じゃあサピエンス全史の一部紹介するか。サピエンス全史わかるかな、わかる人いるかな。サピエンス全史はなんかもうホモサピエンスって言うじゃん。俺らってホモサピエンスなんだけど、なんかクロマニョン人とか、その人化、人間ってさ人化なのね。でなんかいっぱい種類がいたんだけど、そのなんか1万年前ぐらいにホモサピエンスだけになったみたいな感じなんだよね。でその人っていうのを本当に動物として捉えて、その猿とどう違うのかとか、なんでこんなに頭良くなったのかとか、そういうのが論理的に書いてある本なのね。本当に読んだ方がいいよあれは。なんか視野がこうめっちゃ広がる。本当に今俺らのこのなんか iPhone が出てきて、なんかネット iCloud が出てきてみたいな時代ってマジですごい時代に生きてんだなってことがすごいわかるよ。だって100万年ぐらい人はそういうのなかったわけで、100年前もなかったわけで、ここ10年とかなわけじゃん。だからすげえ時代に生きてんだなーっていうのはすごい思うよね。であと興味深いなんか小話みたいなのいっぱいあってさ、その猿にも言語があるみたいな、なんかアマゾンの、アマゾンわかんないけど、猿にも言語があって、その猿の天敵ってそのライオンとか、その空飛んでるトンビみたいなやつとかがいて、そのトンビが来たぞーみたいな、ウキーみたいな、でライオンが来たぞウキーみたいな、その鳴き声があって、そのライオンが来たぞっていう時の鳴き声をこう学者が録音して、それを流したらウキーっていうのを流したら、そのみんなが木の上にバーって登っていくみたいな、猿が。で逆にそのトンビが来たぞっていうのを流したらウキーって言ったらこう木の下に下がっていくみたいな。だから猿にも言語があるっていうことが分かったみたいな、そういう話が書いてある。ほら本当に面白いよ。あの本はなんかめっちゃためになるとかじゃないけど、なんか面白って思うって感じかな。うん、人によっちゃためになるよ本当に。なんか知的好奇心をくすぐられるっていう感じかな。なんかスパチャできないってみんな言ってるな。スパチャしたいんか、俺に見過ぎたいんか。どうやってスパチャをオンにするかがもうわからないんだよね。だからみんなお金は大事にしてくれ。俺は今趣味でやってるだけだからさ。結構本読むんですか？まあ本はね、あらゆるものの中で一番コスパがいいからね。読むべきですよ。まあ起業したい人とかは読んだ方がいいんじゃない？
本読むと賢くなりますか。まあなると思う。でもなんかちゃんとした人がちゃんと進めてる本を読んだ方がいい。例えば嫌われる勇気とかもそうだし、なんかこういうなんかさあ才能に目覚めはストレングスファインダーとか、これは就活する前に絶対読んだ方がいいね。なんかとりあえず名著って言われてるのは一通り読んだ方がいいと思う。名著って言われるには本当に理由があるから。でそれをなんか読んで自分がなんか別にこの本良くなかったわって思うなら自分のレベルがまだ足りてないよ。なんか 2,3 年後に読んだら理解できるみたいなことよくあるんよね。俺なんか第一の時に読んだ本を最近読み直したら、あそういうことだったんだみたいな、そういうことよくあったね。やっぱ第一の時はなんかもう何も分かってなかったんだなって思った。紙の本がいい？紙の本の方が俺は好きだね。 Kindle も持ってるんだけど、結局なんかこうやってやってなんか 0.5 秒ぐらいこうページめくれるのが遅れるのがストレスでちょっと無理になった。他の本も教えて。他の本、いやでも言うて俺マジでサピエンス全史が一番面白いと思う現状ねえ。うーん、俺今さスパチャの設定をさオンにする方法知りたいんだけど、どうやってオンにするんだろう。もう分かんないな。あ、小説は読まないな。他にはどんな方法を知りたい？人を信じる方法を教えてください。人を信じる方法は人を信じないことです。以上です。まあこれはねなかなか深い話でね、まあなんか1時間前ぐらいにも話したと思うんだけど、人が裏切る時って裏切るべきメリットがあるから裏切るわけで、人を信じない人は絶対裏切るべき時は裏切るみたいなことを分かってれば人を信じれるようになるよね、やっぱり。ケス森山とはどんな関係なの？ケス森山とはファミリーだね、まさに。もう何も遠慮しないみたいな。もうケスとか結構人に気使うから、あいつほんとなんかいいやつだからさ、もう人当たりいいからさ、なんか「あそうっすね、あそうっすね、あ確かに確かに確かに」みたいな感じなんだけど、俺にだけ当たり強いんよ。ガイガイとか言ってそんな感じ。遠慮しがちなやつでも遠慮しないみたいな、そういう関係だね。あ、最近コメント見てなかった。富士の声眠くなる、マジか。トーン低いって言われるもんね。え、てかさマジでスパチャオンにする方法俺どんだけ調べてんの、本当に分かんないんだけど、どうやってやんの、分かんないよ。どうやってやったんだっけ、メインチャンネルの時は。難しいな。 YouTube スタジオかな。スパチャ確か申請しないと無理ですよ。そうだよね。だからスパチャ申請したいってのもあるしさ、なんかチャンネルメンバーシップみたいなのあるじゃん。まあでもあれめんどくせえからいいや。どうしたら富士みたいにいい意味でずずしくなれますか？ずずしくなるってことはね、結局人の気持ちを理解してかつそれを踏みにじるってことなんだよね。なんかこう言ったらこう思うんだろうなとか、これはちょっと常識外れなんじゃないかなとか、それを分かりつつあえて一歩踏み込んでみると、で周りにずうずうしいやつだ、こいつはずうずうしいやつだって思われたらもうずうずうしく言っていいから、だからまず周りの友達に自分はずうずうしいやつなんだってブランディングすることだよね。結局さみんなさその周りにどう思われてるみたいな、この子は真面目みたいに思われてたら真面目な子を演じるわけだし、勉強ができるみたいになったら勉強ができるやつを演じるわけだし、俺なんか
人間ってなんか人に思われてる自分の像を演じるものだと思ってるから、まずそれを自分が一歩踏み込んで変えてみればいいんじゃないって思うけどね。俺何言ってんだろうね、もう何喋ってるか自分でもよく分かってないんだけどさ、あれこれん、うん、なんか得だなとか、なんか褒められてる気がする。あ、でも流れちゃった、褒められてた気がしたな、そういう考えて自然に思いついたものなんですか。あ、俺今 何を話してたか覚えてないから何のことかわからない。 何話したっけね。あ、なんかズーズーシーンについて話してた気がするかもしれない。そうスパチャ誰も送らないっつってスパチャの設定をしようとしてたんだ俺は。ほらもうこうやってさ、もうなんかどこに行けばできるのかわからないわけ。これか、これ映したらバンされるのかなってか、どこに行けばいいんだろう、本当にわかんないよ。難しい、 YouTube って本当に難しいよ。誰か教えて、 YouTuber 見てない、 YouTuber の君。YouTuber の君スーパーズ、あ、これじゃね、これじゃねえか、あ、あ、これかもしれない。え、本当にわからない。男女比のグラフ見せて、男女比は93対7だって。もうね、女は少ないべや、少ないんだよ。人は人に思われて役割を演じる生き物。うん、まあそうだよな。てかみんなそうでしょ、学校でのキャラとかあるじゃん。なんかでも俺はね、気をつけてほしいのは明るいやつ、明るいと思われてるやつ。でも多分本当に明るいやつと一人になったらあの明るくないやつ2種類いると思うんだけど、まあ一人になったら明るくないやつね、その明るいやつエネルギーをチャージしなきゃいけないやつね、うん、まあそれあのケツとかそういうタイプだと思うんだけど、なんかそいつはいいとして、そのずっと明るいみたいに思われてるやつって、その自分がいざ辛くなった時にその明るいやつを演じなきゃいけなくなるんだよ。そもそもが明るいとしてもね。だからそういう時にね、うまく弱音を吐けるやつになっといた方がいいと思うよ。あ、何これ、藤本浩太、名前を入れなきゃいけないっぽい。スーパーチャットをもらうためには、あー、浩太、はいはいはい、コメント拾ってくれサンキュー。また拾っちゃったよ。人間味とは何だと思いますか。人間味とは何だと思いますか。それ逆に聞きたいわ。俺人間味あるってよく言われるんだけど、俺は普通に人間だからね。何がそれを言ってるのか俺はよくわからない。伊沢拓司の印象、人格者ですね。うん。めっちゃいい人。しかもクソ頭いい。もうなんか。コーヒーおごってくれたしね。俺こその時広告代理店で、あっちが YouTuber だから、まああっちの方が偉いわけよ。その結局こっちがお金払う側ではあるけど、あっちの方がその知名度があるからあっちの方が偉いわけね。でもなんかそのなんかあっちの駅まで行って、でわざわざ来てくれたんでとか言ってなんかコーヒーおごってくれるわけよ。もうなんかそんなことありえないんだよね、他の YouTuber だと。だからもうね、あの人はね、本当に人格者なんだろうね。いい人。でね、その時ね、登録者3万5千人とかだったんだよ、クイズノックね。でね、100万人いってね、俺めっちゃ嬉しかった。で、LINE も知ってるんだけどね、LINE はしなかった。なんか、俺がその時代理店だったけど、今はこんな感じで YouTube やってるからさ。だから、もうなんか、俺は関わんないようにしようって思ったよね、逆に。応援してるからこそ。
あ、スーパーチャット。お、うん？え、スーパーチャットできるようになったんじゃない？え、なってないのかな？もうわかんないね、これ。難しいわ、YouTube って。プジって意外と顎しゃくれてるんですね。うい、しゃくれてるよ。痛えな、この電気。え、スーパーチャットできるようになってた？あ、なった？熱っ。金くれよ、おめえら。またトイレか。バレた。よし。そう、2100人の前でね、話すのって気持ちいいんだよね。2100人の前でおしっこするとかはちょっと非常識だから、俺そういう人は嫌いなんだけど、うん、おお、スパチャくれた、ありがとう、センキュー。ああ、俺におしっこの音を聞かせてあげるね。あ、すごい、おしっこの音聞かせるとみるみる間に人が減ってくね。お、トイレットペーパー代ありがとう。うーん、お、700円稼いだわ。あっち、まだビール4缶分は回収できていないという感じですね。でも楽しいわ。あ、俺ライブ配信マイブームになりそう、やばい。あ、手を洗えって言われる前に手を洗え。あ、やばいやばいやばい。まずはパンツ履こう。500円くれた、ありがとう。ふぅー、おしっこ再生ありがとう。おしっこすれば金が稼げる時代か。おしっここそが正義、いい時代になったものだ。よし、深い話してくれよ。お前が質問しろ。なあ、アバウトすぎんだよな、指示が。俺さっきから結構深い話してる気がするんだけどね。深みな感じなんだけどね。俺も今からタッチオンしてくるわ。いってらっしゃい。うう、寒い寒い。女子も経験値増やしてた方がいいの？女子も増やした方がいいと思うよ。でもね、女子ってさ、男と違ってさ、あ、ありがとうスパチャ、なんか1220円くれた。ビール代ありがとう KM さん。アーカイブ残しますか？残すよ。もうこんな長かったらなんかまずいこと言っても誰も見ないでしょということで。え、何の話だっけ？さっきなんか、あ、女の話してた気がするな。女、あ、女も経験値積んだ方がいいですかみたいなこと言ってたね。積んだ方がいいよ、それはね。あの、経験値って見る目だからね。結局この男がいい男なのかとか、ちゃんと一途になるのかとかね、うん、でも男と女の違うとこは、あれ、あ、違う違う違う、え、なにこれなにこれ、やばいやばい、変なの押しちゃった、やばいやばい、あれあれ、これなに、え、これなに、うん、お、何これ、こんなんだ YouTube って。へー、まあ結局なんか経験値ってのはね、見る目だから。でも男と女で違うのは、やっぱ男はチャラくても、あ、あの人チャラいんだぐらい済むけど、女はなんかビッチとか言われて市場価値が下がっちゃうっていうところなんだね。だから結局女は嘘つくしかないんだよ。でもみんな嘘つくわけ、うん、合コンとかでもさ、経験人数は3人ですみたいに言うわけだよ、うん、でもね、それはね、
そう言えばいい。嘘はつけばいい。でも本当はこう遊んでるぜみたいに言える女友達が一人でもいればいい。待て、これどうやって戻すんだよ。年下にいきなりタメ語使われても気にしない？ああ気にしない。うん。あれどれどれどれなんだ、果たしてデフォルトの。あ、これかこれかこれなんだな。もう、おめえ。よいしょ。やばい、投げちゃった。やけくそになって投げちゃった。これはどうやってしまうんだ、このフィルター選びみたいなやつ。しまえた、しまえた。もう2時間近いんですけど。24日彼女と過ごさないんですか？それは過ごしません。なぜなら僕の彼女は今ハワイに留学に行ってるからです。彼女の存在価値とは、彼女の存在価値、癒しかな。癒しだね。うん、なんか YouTube 頑張ったね、よしよしこうちゃんよしよしってしてほしいからさ、それだけ。うん、やっぱ俺はさ、その初対面でサイコパスとか思われるわけね。うん、なんか怖いとか言われるわけよ。でも俺は怖くないのよ、本当にね。本当は甘えん坊なわけだから、それをね分かってくんないと。ちょっとさ、充電器探してきていい？ちょっと待ってて、充電器ガチないんだけど。あ、これか、あったあった。よし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 。お、なんかめっちゃスーパードライがいい感じになってるやん。これ充電できてるのかな。よしよしよし。何か聞きたいことはあるか、皆の衆。森山に電話してくれ。それはできないんだ。なぜならこの携帯でライブ配信をしているからだ。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハーモニー。うんうんうん、250円投げられた、ありがとうな。ありがとう、ありがとう。住むなら東京？いや別にそんなことない。俺は田舎で満足できるならそれが一番だと思う。うん、田舎ってねやっぱ不便、不便だけど散るんよ、結局自然が多いから。だから結局なんか田舎がいいって思うこと結構多いな。俺は山口県出身だからさ、田舎と都会を両方経験してるわけだけど、結局都会の方が便利だけど田舎の方が散るい。だからね、難しいよね。どっちがいいかってなかなか決められないと。よいしょよいしょ。ビスビーツ心にぶっ刺されました。ビスビーツはいいよね、天才。
これで視聴者が100人減る。ふう。富士は神え、酔ってるよマジで、めっちゃ酔ってる。490円、ありがとうございます。上下関係について。なんだ上下関係についてって。質問がアバウトですね。でもね、上下関係ってなんだろうね。上下関係ってあるんじゃない、やっぱり。あ、ジョーカーまた来たよ。もう寝るよ、おやすみ。ありがとうね。上下関係についてちょっと答えないと。そう、これを答え思いつくまでみんなスパチャしないで。上下関係について、上下関係についてってマジアバウトすぎて分かんないんだけど別になんか上下関係はあるんじゃない。人ってなんかそのマウント取りたい人もいるしさ、そのやっぱ例えば人脈お化けくんとか、さっき話したけどさ、人脈お化けくんがなんかすごい有名な人とつながったとかなると、それはもう有名な人の方が上なわけだから、当然上下関係が生まれるわけよね。その年齢がためとか関係ないよね。その結局なんか価値が高い方が上になるっていう、まあそれは当たり前よね。その海外がどうとか日本がどうとかじゃなくて、これ百味ビーンズ USJ で買ってきた。人生の将来設計聞かせて。将来設計とかない、ないよ。今が楽しければそれでいい。USJ バカ楽しかったわ。あれ出てこないんだけど。うわ、やべ。よっしゃ。よし。USJ の動画はVlog の方で出そうかなって思ってる。え、なにこれ、まず、なにこれ。何これ、え、気持ち悪い。何これ、うえ、あ、これあれだ、ミミズ味だ、ミミズ味。うわ、まず、はあ、最悪だ。あ、これマシュマロ味らしい、これ。あ、スパジャありがとう。コンプレックスってどうやって切り出せばいい？じゃあ今切り出してみ？切り出してみろ。俺みたいに理解のあるやつに切り出すべきなんよ。なんか社交辞令でさ、そうなんだ、辛いねとか言うやつとか、引くやつとか、そういうなんかキャパシティの狭いやつにカミングアウトしても意味ないから、なんか理解あるやつにカミングアウトすれば、もう全部、あ、そうなんだみたいな、聞いてくれるから。本はサピエンス全史、サピエンス全史読みなさい。今おなりながら見てます。やめてくれ、俺で抜かないでくれ。あ、ドナルド・トラップ、3年くらい前に別れた元カノをデートに誘う勇気ください。3年前ぐらいに別れた元カノデートに誘う勇気か。まあ3年間でね、その元カノはね、少なくとも4人とセックスしてるね。だからやけくそになって送ればいいんじゃない？その LINE をその男の胸の中でこう見て、あ、どうしようかなって思うだろうから。現実ってそういうもんだから。なんかスパチャに反応しよう。ファニー J ビデオズ、センキュー。大塚なりみ、センキュー。
明日どこ行ったら会えますか？明日は早めに東京に戻ります。Thank you。匿名さん、都内おすすめデートスポット。都内おすすめデートスポット。むず。俺デートってあんましないんだよね。デートスポットググって出てくるとこに行けばいい。てかね、どこ行っても楽しいこと付き合うべきだからね、そもそも。ADHD じゃないけど、先延ばしとか一力の欠如とかどう対処してますか？あ、俺対処できてない。先延ばしめっちゃする。チャンネルの投稿頻度とかを見てればわかると思うけど。もうね、無理。うん、先延ばしはね、メンタリスト大吾の動画とかめっちゃ見て、先延ばしを読みようって思ったけど、なかなかやめれないんだよね、うん、ダメ人間は辛い。あ、なんか100人ビーンズか。オフ会未成年いけないじゃん。あ、ごめんな、未成年はいけない。酒を飲みます。早漏はどうやって直せばいいのでしょうか？これ気になるよね。でもね、治りません。早漏は一生早漏です。つまりどうすればいいか、それは早漏であることを誇ること、うん、もう俺は早漏だからみたいな、早打ちジャックって呼んでみたいな感じでね、もう早漏であること気にしなくなる方が早いわけ。まあ、俺とケイスケは早漏なんだけど、森山は早漏じゃないんだけど、うん、別に早漏でいいやん、うんうん、早打ちジャックだよみんなね。治療よりはいいんちゃう、うん、何分でいっちゃうの。なんかはあんま測ったことないけど、なんだろうね、まあ最短1秒最長30分みたいな感じかな。持ち帰ってスコールまでの流れ、まあシーシャスーって言ってベッドの方でシーシャスってスコーみたいな感じかな。でも大体家来た時点で女の子もさ、そのやるってことは分かってるわけだから、なんかそんなになんかちゃんとした言い訳作りさえすればいいからね、うん、でなんかいや一中しねえ寝るみたいな言ったやつは、ここは宿じゃねえからお前出てきよって言えばいいだけだから、ちゃんとねそういうこと言うの涼しくね、したらやつできるから、寝たいからみんな。あ、また落ちた。おい、くんにくんに言うな。くんにはあんまりしないぞ俺は。くんにくんにうるせえなお前。完璧主義って直そうと思って直せると思う？あ、思う。とりあえず第一歩踏み出してみればね。完璧主義って結構いいことだと思うよ、うん、結局なんかそのバカになって一歩踏み出すみたいなのもいいと思うし、その完璧主義だから最初バカになって後から完璧主義っていうのが一番成功しやすいんじゃないかな。 YouTube とかも、はい、ファニージェビデオウッさん、今はまだブルーオーシャンだけど今後来そうな YouTube のジャンルなんだと思う？あ、なんだろうね、マジで難しいなそれ。結局そいつのクリエイティビティによるんだよな。例えばさ、そのなんかもうなんだろう、第5世代とか第6世代とかまで出てきてさ、もうなあらかた出尽くしたなみたいなタイミングでさ、なんか Tinder 即日お持ち帰り企画スコーとか言ってる YouTuber がさ出てくるとかみんな思うわけやん。だからさ、結局なんか新しい市場って自分で作るもんなんだよな。なんか、うん、
それが流行れば新しい市場ができて、なんかそれのパクリが出てきて、なんか Tinder 系が盛り上がるみたいな感じなんだろうね。なんか俺らのパクリ YouTuber とか結構いるけど、俺はちゃんと見てるからね。まあ市場が広がってきたなって感じはするね。別に怒ったりはしないよ全然。逆にそいつらの企画パクってやろうかなって思ってる。あ、そう、やりすぎ工事とかね。めちゃめちゃパクってるからさ、俺らのこと。だから逆にあいつの企画パクってやろうかなって思ってね。今度パクろ。彼女に浮気されたらどうする？分かんない。浮気に気づいたこと1回しかないからな、元カノで。でもその時はなんか元カノの浮気に気づいたんだよ。元カノがなんか LINE 開きっぱでトイレ行って、その時俺の友達と元カノで飲んでて、なんか LINE 開きっぱでトイレ行ったけど見ちゃうみたいな感じでこうノリで見たら、なんか今日は来てくれてありがとうみたいな、遅刻してごめんねみたいな、でもチューしてくれたから許すよみたいなやり取りがあって、うおーこれ浮気やんけみたいな、もう絶望みたいななったんよ。でなんか、あ、ちなみにその1ヶ月前に俺浮気バレてるんよね、元カノとやりまくってたみたいな。でそれ浮気バレてて、それその時あの俺土下座してるんだけど、で1ヶ月後にその彼女の浮気を知るわけよ。でその時に俺も自分が浮気したこととかめちゃめちゃ棚に上げて、人としてどうかと思うわみたいな、浮気とかマジ人としてどうかと思うみたいな、めちゃ鬼のように詰めてね。勝った。あれは悪いことしたな。なんかお互い様だったな。理不尽すぎるよな。結局ね、クズなんだよ私はね。今とは違う方向性の動画作る構想ある？今んとこないよ。 Vlog なんか伸ばしてえなーってぐらいかな。ゲームとかする？あ、ゲームする。荒野行動とかもう廃人のようにしてたしね。てか俺ゲーマーなんだよな結構。中学卒業して高校入るまでとかずっとメイプルストーリーっていうネクソンのゲームやってて、オンラインゲームなんか1日18時間とかやってたね。もう起きてメイプルストーリーずっとやって寝るみたいな生活やってた。ゲームは無限にできちゃうね、楽しいよね。みんなそうだよな、ゲームが一番楽しいもんね。でもさ、なんか e スポーツとかがさ、賞金 何億だっけ、3億とか30億とかそんぐらいになってきてさ、なんかどんどんなんか技術が進歩するに従ってどんどんオリンピックぐらいの規模になるってなったら夢あるよね。なんかあんたは勉強しなさいで、あ、勉強しないでゲームしなさいみたいな家庭が出てくるかもしれんしね。そう考えると面白いよね。あ、スパチャありがとう。風俗行く？行かないね。ピンサロは行ったことあるけど、ソープとか行ったことないね。やっぱ俺クラスの男は金をもらってエッチするがだからさ、金を払ってエッチするってありえなくない？でも経験としては言っときたいね。海外のはあるよ。まだやってんかいって言われるね。臭い？臭いか。よし、じゃあ着替えようかな。パジャマに
今日買ったんよパジャマ。俺パジャマって基本持ってないんだけどね。てかまだ1900人見てんの？みんな暇やな本当に。みんなベッドで見てるんでしょ今。一人で。あ、スパチャありがとう。なんて言ってんの？ YouTube ライブなんかしてないでエッチしてきなさい。俺は基本エッチしないんだよ。今日は YouTube ライブするって決めたんだよ。うん、これ楽しいな。楽しい。いや YouTube ライブマジで面白いな。いやここに誰かもう一人いてほしいな。なんか喋るやつ。あ、また大阪来てください。またお会いしたかったファミリー。ファミリーオリって前会ったことあるやつじゃないのかな。違うんかな。違うんかな。うん、就活系 YouTuber？ 就活系 YouTuber？ それ旬旬みたいなやつ、うん？別に俺就活したことないし。うん、スパチャ来てるで。マジっすか？マジっすか。ちょっと遡りますね私。可愛い彼女を作るにはどうすればいいと思う？それはね、自分がかっこいい男になるか格上を落とす術を身につけるからね。うん、やっぱ市場価値が釣り合ってれば付き合えるわけね。うん、で市場価値が釣り合ってない場合は相手にこの人市場価値高いのかも、私より上なのかもって思わせる必要がある。錯覚する必要があるのね。だからそのためにうまくディスるとかうまくいじるとかが必要なわけ。うん、それからなんかサークルとか一個のコミュニティがあるならそのサークルでのカーストを上げるとかね。だからその三段が一助にモテるみたいな、そういう感じあるじゃん三段マジックってさ。うん、コミュニティっていいよ。やっぱ若いうちに何をしとくべきかっていうとコミュニティで遊ぶことだね。新しい出会いってなんか動かないとなくなるからなとなると。え、てかもう2時間やってるじゃん、やっぱ全部見てるやつ多分5人ぐらいしかいないでしょ。じゃあ新しく来た視聴者に、プレゼント企画します。僕がさっきファミマでコピーした自分の顔、これ将来1億円の価値になります。うん、これプレゼントしますね。うん、なんか欲しい人は僕のヤフオクまで、ヤフオクに出しておきます。やっぱめんどくさいんで出しません、ヤフオクには。なんかオフ会で配るかこの家に忘れてくかって感じかな。あ、どうぞ前澤社長の YouTube 参戦急上昇1位について語ってくれて嬉しい。あー、俺途中までしか見てないんだけど結局あの人って本物だからね。なんか YouTuber って金持ってるけど結局小金持ちなんよ。なんかその毎月いくら入ってくるみたいな金の稼ぎ方であって、その株式を売却して一気にキャッシュが入ってくるみたいな感じじゃないの。だからなんか毎月いくら入ってくるってこう所得税が 45% とか 55% とか住民税でかかるけど、その株の売却収益って 20% とかしか取られないから一気にこう金になるわけ。だからもう金持ちレベルが100倍ぐらい違うんだよ。だからその1000億円記帳してみたみたいな企画だけど、なんかあー高額スパチャ来てる3000円。もうね1000億円に比べたら大差ないっしょないっしょ。ありがとうありがとう。ゆうせいが富士のおかげで YouTube 始めたって嬉しそうに言ってたよ。一緒に死者据えたら嬉しい。ちなみに俺もバックスするのが一番好き。お、いいやつじゃん。こいつ前面じゃね。
前面かもしれないねこいつは。そう、ゆうせいはね、もう俺があのやろうぜって言ったの YouTube。 だってゆうせいの話って面白いじゃん。みんなゆうせい知ってる？ゆうせい層、ゆうせいは友達でさ、そのなんか俺こんな感じでもうその YouTube とかやってない時にゆうせいとこう家でゆうせいんちで2人で4時間とか5時間とかこう話してて、でもなんか、おこいつ思考深すぎみたいな思うわけで、なんかもうめっちゃ話盛り上がるのね。うん、もうこの宇宙の真理にたどり着く感じですかね。だからもう楽しいなみたいな、こいつの話面白いって思ったから、なんか結局そういうなんか一人面白いって思うってことは、その世界中に配信すれば何万人かは面白いって思うことなんよ。だから YouTube 始めるべきって思ったわけで、頭もいいしね。だからその方向転換とかも自分で考えれるし、で結局なんか優勢のチャンネル見てなんか価値観変わったみたいなやつ結構いるからさ、よかったね。優勢のツイッターのポエムめっちゃ面白いです。あ、ゆうせいのツイッターやばいよね。あいつ普通にアメリカで LSD やってなんか爆笑してる動画とか出してたからね、もう今やったら炎上するんちゃうかなと思うけど、明日ゆうせいと死者戦に行くよ。え、マジで？いけど何者？ありがとうね、なんか6000円もくれて。ゆうせいの配信に出てた人だよ。あ、そうなんだ。わあ、てか C 社作りてえな。マジでクラウドファンディングしようかな。でもクラウドファンディングしてなんか目標金額達成できなかったらダサいじゃん。だからちょっとひよってる。でもマジでなんかチルい C 社作りてえなって思うんだけどな。C 社っていくらで作れるもんなの？いくらなんだろう。あ、ちょっと待って、スパチャが来たね。人の目を気にしなくなるいい方法ある？わかんない、俺もともと気にしないからな。慣れじゃない、慣れ。なんか外で大きい声とか出してみればいいんじゃない？電車でさ、なんか変なやつの真似とかしてみればいいんじゃない？そしたら慣れるよ。側面よーし、側面よーしって、なんか変なやついるじゃん、たまに。そういうやつの真似してみて、メンタルを鍛えると。ユータ長澤は知ってるよ、知り合い、後輩。慶応とか早稲田のそばで出社やったら儲かりそう。まあでも儲かりすぎてもちょっとめんどくさいけどね、客がいっぱい来たら普通に自分たちが行けなくなるから。あ、渡辺陽太について語ってください。俺この前渡辺陽太にコラボしようぜって、コラボっていうか別に YouTuber じゃないから出てくれよってその友達自体に言ってもらって、今返事待ちなんだよな。なんか普通に持ち帰り企画のチャレンジャーとして渡辺陽太が出てきてみたいな企画やりたいんよね。で俺らがこう指示出すよね、顔不明顔不明って、この間会えて嬉しかったです。最初呼び捨てしちゃってごめんなさい。え、誰呼び捨てしたやつ？あ、USJ のやつだ。さては都内でおすすめの C 社屋あれば教えて。都内でおすすめの C 社屋、どこでもいいよマジで。変わんない、あまり。あ、ありがとう内藤穂高、1220円。やばいね、1220円とか3000円とか使って、それってコスパいいの？本当に
なんかリターンあるのかい。俺は気になってしまうな。申し訳ねえわ、うん、何度夢に見てたってありがとう。あ、で米読んでもらえるリターンだったら250円とかでいいわけやんね。だからありがとうって感じ。うん、好きだよお前ら。俺お前らのこと好きだよ。好き。俺のこと好きなやつは好き。そりゃそう、好きだよ。次郎の子どんな子だった？次郎の子、次郎の子なんか変なやつだったね、うん、でも今でもなんか普通に会うし、なんか YouTube バレてからも普通に許してくれるし、意味わかんない感じだよね、うん、いきなり胸もんでも許してくれるしね、いいやつ、うん、うん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 、おいおいまだやってんのか。でも俺はついにビール4缶を飲み干すという偉業を成し遂げたわけだから、だから俺はそろそろ寝るぜ。もう2時間以上やってるんだよな。てかまだ1800人もいんのかよ。じゃあ寝よっか、みんなおやすみしようぜ。ピエンピエンピエン、ありがとう、いいけどマジでセンキューな、センキュー。じゃあおやすみみんな。また俺気が向いたらライブ配信するから。うん。またね。おやすみ。